はい、こんにちは。レックス専任講師の矢島です、えー。本日はですね、2024年の合格目標ということで、まあ、再建法のね、話をしていきたいと思ってます。で、テキストの方ね、ちょっと今日は、あ、え、のー、都合によりましてね、ちょっとこの紙を写すことができない状態なんですけれども、まあ、こちらね、矢島の再建法体系チェック講義ということで、こちらの方ね、準備していただければと思いますね。えー、で、まずね、あの、1ページ目のところを開けてほしいんですけれども、まあ、とりあえずこの一番上の初めにっていうところになりますね。で、今日はあの、何をやるかと言いますと、まあ、ここに大体書いてあるんですけれども、まあ、これからあの、私の方で、矢島の、あの、 即進プト講座っていうね、インプットをこう、あの、する、知識のインプットする講義が、あの、あるんですけど、まあ、それのテキストの原稿を使ってね、ちょっとこう、再建法の大事なところをお話ししたいと思ってますね。で、まあ、例年ね、テーマどうしようかなっていうふうに、あの、思って、あの、ま、いろいろ考えるんですけど、まあ、ここ最近は、あの、結構危険負担とかね、事業自体とか、あの、そういうところをやってたんですけど、今期はね、ちょっと債務不履行のところで、特に履行自体とか、履行不能とかね、あとはその損害のその賠償をするにあたって、その因果関係の要件とか、あとその損害の額のね、算定をどうするか、 とか結構近似ね、あの、結構テーマになってる。結構こう、議論が盛り上がってるようなところがまあ,あるので、そういうちょっとお話をしたいと思っております。で、あの、目次をつけてありまして、 このテキストにね、大体どんな感じのことが書いてあるのかっていうのは、44ページになりますね。44ページですね。今日これ取り扱うテーマということになってます。ナンバリングが飛んでたらすいません。あの、これ私の矢島の即終インプット講座のテキストちょっと抜粋したものなんでね、まあ、あの、たまにこうちょっと間空いてる時がもしかしたらあるかもしれないんですけれども、まあ、こちらの方が大体その内容になってますね。えー、で、えー、したらね、早速中身の方に入っていきたいんですが、2ページをご覧ください。で、2ページ。 のところでね、まあ、ちょっとこれね、あの、再建法の中身ではないんですけど、合格するための復習の、えー、この仕方ということで、ちょっと簡単にね、これをお話ししていきたいと思います。あのー、最初のね、あのー、タイトルのすぐ下のところの1、2行ぐらいのところなんですけど、要は簡単に言うと、試験に合格するためには、まあ、こういったインプットのテキストをこう読んでね、で、まあもちろんあの、理解をするっていうのはすごく大事なんですけど、ただ、本番の試験ってやっぱりこうね、あのー、答えがない、あのー、要はね、特に論文試験なんかは、白紙の答案に、まあ規範書いたり、まあ効果をね、方効果をまあ書いたり、 とかあのしななけければいけないので、当然こう事前にそれれをを理解ししてて記憶をしておかなければねまあ、あのけないでですよねでまあ、やっぱ普段やってないことでいきなり本番の試験でこうできるようにはなりませんので、ですので、まあ、これ復習するときにね、まあ、先ほどの例えば、目次ですとか、あとはこのテキスト本体のまあ各項目にいろいろタイトルがありますので、そこを見てね、要件と効果がこう思い出せるぐらいな、ねえー、状態になるまでね、 まあひたすら復習するって感じですね。例えば、債務不履行に基づく損害賠償請求権みたいな、そういうタイトルがあったら、じゃあ要件が頭の中でパッとすぐ出てくるということですとか、あるいはその方向下ね、これがパッと出てくるような、まあそういう状態になるまで復習してもらえればですね、まあ当然本番の試験でね、白紙と答案にちゃんと、あの質のことが書けるはずなんですよね。でも逆に言うと、タイトル見て、要件も効果も出てきませんと。頭の中でね。<laughs> まあ、で、まあそ、それでそういう状態で試験望んじゃったらもちろん答案書けるわけはありませんので、だからそういうふうにね、何にするためにね、あの、 ちゃあとね、ちょっとニュースなんですけど、2ページの一番下のところで、中のね、アウトプットっていうちょっと項目を設けてるんですが、これまだすぐに皆さんに関係するわけじゃないんですけど、あの、令和8年度からですね、まあ、司法試験と予備試験が、あの、いわゆる、あの、CBT 化されるという、要はあの、コンピューター受験ですね。今までこうね、手書きで紙でこうやってたっていうところが、まあ、コンピューターでこう受験するようになると、まあ、アメリカの司法試験なんかも昔から <laughs>、あの、そういうのをやってるんですけど、 t でね、コンピュータ、あーなんかね、あの、コンピューターの方でまあ受験したんですけど、日本もね、とうとう、まあ今ほら。 デジタル化でいろいろやってるでしょ。河野さんが、河野大臣が頑張ってるでしょ。で、あれのまあ煽りを受けたのがね、司法試験の方もまあデジタル化だってことで。で、結構ね、新聞のニュースで司法試験がデジタル化されるっていうのはね、結構ニュースで出てたんですけど、予備試験については何もニュースが出てなかったんですよ。だけどまあ、よくよくそのデジタル庁の方の、まあちょっと情報を見てみたら、まあ司法試験と予備試験これ一緒に動いてるので、なのでまあ予備試験の方もまあ令和8年からね、あの CBT 化されると、司法試験と一緒にね、まあ CBT 化されるというふうにあの思いますね。では、とりあえず、あの、 ま、例は、これから皆さんが。 まあ、こうね、迎えるであろう、令和6年の試験と令和7年の試験は、まあ、普通に今まで通り、あの、手書きでね、あの、やることになりますので、まあ、あの、とりあえずすぐには気にしなくていいのかなと思いますね。ただ、あの、来年の予備試験に、あの、は来年はまだ大丈夫なんだ。令和6年度の予備試験に合格した人は、令和7年の試行試験を受けることになりますけど、そこは手書きでいけますから、令和7年まではね。だけど、令和7年の、7年の予備試験に受かった人は、令和8年の試行試験は、あの、CBT で <laughs> やることになりますから、ちょっとこう、パソコンでね、字を打つ練習とかをね、して、 置かなこれはね、まあ、あの、まあ、プラスに働くのかマイナスにあの、働くのかっていうのは、これ皆さんの訓練次第だと思うんですよ。結構手書きでね、当案字書こうと思ったら、あれはあれで大変でね、あの、まあ、書くスピード遅い人は、まあ、なかなか苦労すると思うんですけど、まあ、そういう点でこう、パソコンうっうがね、慣れちゃうと楽なところはありますから、だからそういう点であの、しっかりと勉強しておくとですね、ちゃんと自分の頭の中で考えてることをきちんとこう、当案用紙にね、アウトプットをこうしやすいと思いますので、CBT の方はね、そういう意味でまあ、あの、CBT を有利にね、使ってやろうと。 というふうには、まあ、令和8年の試験を受けることになっちゃったらね、そうやって思ってくれればいいのかなと思いますね。でも、まあ、とりあえずあの、すぐにそうなるわけじゃないんで、まあ、あの、この話はもうやめておきましょう。さて、では、3ページ。 のところになります。今期はね、テーマも一つ、債務不履行に基づく損害賠償請求権の中でも、その一部ね、ちょっと、えー、ここで特に面白そうなところをちょっとお話ししていきたいと思ってますね。で、まず3ページの、カッコ1の1個目の、えー、ブロックですけれどもね、3ページの、そのね、1個目の、えー、ブロックのところになりますが、まず矢印のところですね、債権者は債務者が債務の本心に従った履行をしない場合、一言で言ったら、まあ、債務不履行の場合ですね、債務履行されちゃいましたっていう場合に、まあ、債務者に対して、これ、訴訟物になります。法定 根拠になります。債務不履行に基づく損害賠償請求権。 これを法的根拠としてね、まあ損害賠償の請求をすることができるということになりますね。この太字のところはね、今言ったとおり、要件事実論的に言うと訴訟物になり、まあ民法実態法的に言うと、まあその損害賠償請求するときにその法的根拠っていうことになりますね。当案書くときはですね、やっぱその法的根拠が、その当事者のその請求の法的根拠が何なのかってことをきちんと特定していかないといけないんですよ。はいで、皆さんに問題です。なんで特定しなければいけないんでしょうか っていうとね、その請求の法的根拠を特定することによって、その要件を て、あの、定立できるんですよね。えー、まあ、逆に言うと、法的根拠を特定できないと、その要件の定立ができませんので、まあ、法的な文書が書けないわけなんですよね。そういう意味で、法的な文書を書くためには、まずは、その、当事者のその請求の法的根拠ね、そこのところをきちんと特定しなければいけないということになりますね。で、それで特定するときに、ま、損害賠償請求しようと思ったらさ、他にも、例えば、ね、民法79条の法行為に基づく損害賠償請求権とか、まあ、その他特殊な不法行為とかがありますけど、今、今日お話しするのは、まあ、同じ損害賠償請求の中 でもね、民法415条1項本文を根拠とする債務不履行に基づく損害賠償請求権だってことになってきます。で、ちょっとその条文上の根拠を確認していきましょうか。2個目のブロックのところになりますね。えー、415条1項の条文構造の理解で、まあ、これ理解の仕方の一つになります。あの債務不履行のところってね、すごくね考え方が分かれてますので。 ま、ここはね、あのー、ちょっと整理をね、して一回整理をしてちゃんと理解しておくと、ま、いろいろ応用が効くんじゃないかというふうに思いますね。で、そこで、ちょっとね、2個目のブロックちょっと長めですけど見ていきましょうか。まあ、タイトルの下です。 415条1項はですね、債務者がその債務の本心に従った履行しないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができるんだと。ただしね、その債務の不履行が契約その他債務の発生原因及び取引所の社会通念に照らして、債務者の責任に帰することができない自由によるものであるときはね、この限りではないんだって形で、まあ、こういう感じで415条の1項がね、あの、規定されてるって話なんですよね。で、二段落目のところですけど、その1項の本文と、たし書きはですね、えー、二段落目の一行目のところですけど、えー 契約当事者は事故の契約上の債務を履行するのが当然であることからね。まあ約束した以上はね、それを守るっていうのはまあ当然のことですから、あの社会常識的にね。まあそういうことで2行目のところです、えー。債務履行に基づく損害賠償責任を免れる債務者が事故に奇跡以上がないことを主張立証すべきところね。まあ従来の判例法理がこれ債権法改正によって明文化されたということになりますね。まあ2020年の4月1日から新しい債権法があの、こう施行されてるんですけどね。今その、つまり現行法はこういう状態に今なっているということになります、えー。そして3段落目。2個目のブロックの3段落目のところ。 以上の415条1項の条文構造からね、債権者が債務者に対して債務不履行に基づく損害賠償請求をするにはね、まず415条1項本文の要件である債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、またはその債務の履行が不能であるときとして、で、これ一言で言うとこの太字のところ、債務不履行の事実ってことになります。もう本当にもう大雑把に言うとね、えー、債務不履行の事実が認められることが必要になります。えー、そして、 その債務不履行の事実というのはですね、カッコは契約の解釈により債務者が追うね、債務の内容を確定した上でね、売買契約だったらほら、そのね、契約の目的としているまあ目的物の引き渡し義務とか、代金の支払い義務というのが生ずると思うんですけども、そういうことでね、ここのところで、え、ー 今みたいに契約のね、中身をちょっと確認しますね。契約の解釈により、債務者が追う債務の内容を確定した上で、で、かっこいい。えー、債務者が債務の本旨に従った履行をしていないと言えるときにね、この今の債務履行の事実っていう要件を充足することになるということですね。えー、で、この次の段落またっていうところですけど、債権者はこれによっ,てよって生じた損害をね、賠償請求できるんだってあの、なってますので、えー、そのことからね、えー、今の段落のこの2行目、損害の発生。 と、えー、債務履行と損害発生との間の因果関係ですね。で、この因果関係はね、どういうふうに理解するかっていうのは結構学説と判例とでこう、そがあってね。まあ、非常にここは、あの、議論が深いところなんですけど、まあ、そういったね、因果関係が認められることによってですね。で、それでとりあえずあの、415条1項の1、百十五条一項本部の要件、これで全部充足できますので、とりあえずこれで損害賠償請求ができるっていう状況になるんですよね。で、最後の段落ですけど、えー、415条1項本部の要件充足する場合でも、その正し書きによればね、えー、まあ、面積自由がありますよね。 債務不履行が契約その他、債務の派生原因及び取引所の社会連れに照らして債務者の責任きすることができない自由によるものであるべきはね、まあ、債務者は損害賠償責任を負わないんだって形で、まあ、正し書きの方でね、まあ、面積自由が定められているという構造になってますね。というわけで、まずここが基本中の基本になってきます。で、記憶はあ、あ、そうだ、この記号の見方を教えてませんでしたね。あの、この3ページの2個目のブロックの冒頭のところにあの白丸ついてますけど、これはね、理解をしておいてほしいっていうところです。なんかガチガチに暗記するっていうところではなくてね、まあ、長くてこんなの覚えられないかな。<laughs> あの ここはあの暗記するっていうんじゃなくて、まあ、よこう理解を、ね、しておいてほしいところなんですよね。で、これを記憶してもらいたいのは黒丸になってるんですけど、その次の4ページのところになりますね。まあ、今のところが理解できたら、そのお覚えるのはね、4ページ目のところの 1>, 1個目のブロックで、で、こちらを覚えておいてください。えー、まずね、1個目のブロックですけど、このね、415条1項本文のあの要件です。で、これによってあのとりあえず損害賠償請求できる状態になりますから、このね、本文の要件に充足すれば。で、その本文の要件っていうのが、丸1で、まず債務不履行の事実になりますね。まあ、これは具体的に何を意味するのかっていうのは、後でもうちょっと詳しくお話をしていきます。債務不履行の事実というのは、これ何を意味するのかね。えー、そして、丸2でその損害ですね。そして、丸3がね、債務不履行とその損害との間のまあ因果関係って話で、で、この因果関係が非常に議論がね、あの深いところだ なんですよね。刑法でも因果関係の議論って結構あのね議論深いじゃないですか。民法も実はあります。でまた刑法と必ずしも同じ議論をしているわけではないので、特にあの民法の世界では債務履行と放火意って結構ね学説は違う扱いをあのしていくんですよね。契約っていうのは。 やっぱりそれをした以上守るのが当然だっていう、そこの価値判断がすごく強いんですよ。学説の方では。そういうのが、その因果関係の解釈にあの影響してきますね。その損害賠償請求のあの要件のところにこう影響してくるので、まあそういう点で、また後でね、そういう話をしていきたいと思ってますね。そして、二つ目のブロックのところですが、これがあの二個目のブロック、これがあの面積順になりますね。正し書きの。 要件でして、まあ、本部の要件を充足することによって、とりあえずあの、損害賠償請求できる状態になるんですけどね。ただ、このたしち書きの要件を充足すると、まあ、その面積されるということでね。えー、まあ、債務履行が債務者の規制事情によらないことということになってきますね。 で、一応、4ページの最後のブロック、ちょっと長いんですけれども、まあメモということで、あの、ご紹介いたしますとですね、えー、まあ、1行目、2行目、3行目あたりですかね、あの、実際上ね、この債務利行に基づく損害賠償請求権に関するなんか事例問題が、あの、出たときは、まあ大体ね、その面積自由があるかどうかってことが争点になることが少なくないんですよ。まあもちろん、それ以外のところが争点になることももちろんありますけどね、そもそも債務利庫があるのかどうかっていうところがね、争点になるときもありますけど、まあ一般的にはね、まあ債務利行があることを、まあ前提にですね、その面積自由 があるかどうかってことがこう中心論点になる可能性がありますね。で、そういう時にね。やっぱり答案で。 その問題になる、その争点になるようなところをやっぱり目立たせて書いた方が、まあ採点する、あの、要は皆さんの答案を採点する人はね、あ、この受験生よく事案を把握して、なんか問題の素材をなんか理解してうまい具合に答案構成してるなみたいな感じで、そうやって思ってもらえる可能性が出てくるわけですよね。まあそれつまり印象のいい答案が、まあそれ作れるって話になってくるわけですよ。で、そういうのは考えたときに、じゃあどういう答案構成をするとあのいいのかっていうとね、とりあえず、まず本文の要件は本文の要件で、それを検討すると、先にね。 で、その本文の要件が全部充足されてるってことを確定した後に、じゃあその後、正し書きの面積自由があるかどうか、あるのかどうかって形で、その検討すると。つまり、条文の構造通りに、問案書いていくっていうのが、まず一つの作戦なんですよね。まあ一つの作戦です。もちろん、あの、臨機応変にね、問題文の、やっぱ最近の思考試験とか予備試験ってね、あの、なんか、勉強したことをさ、なんかこう丸暗記して、で、それをそのまま丸貼り付けするようなことを、こう、やっぱり嫌がるんで、説問の形式を毎年工夫してくるんですよ。 なので、こうやって事前になんか思ってることが、試験の本番にそのままできるとは、限らないっていうのが、まあ、ここ最近のね、試験の、まあ、傾向なんで、これあくまでも一般論としてね、もう絶対こう書かなければいけないみたいな、そうやって思った時点でもうダメだと思うんでね、あの、今の試験に合わなくなっちゃうから、頭の使い方がね。で、一応一つの、まあ、作戦としてね、まあ、そういう形で、まあ、まずは、えー、まあ、通常は面積自由の損否のところが中心想定になることが多いから、ま,あ、まずは本文の要件を、まあ、答案で検討して、で、それが充足された時にね、次に、まあ、正し書きの面積自由があるかどうかで形で、 書くのはね、まあ一応一つの合理的な、まあ、作戦になるとは思うんですけども、ただやっぱり問題の指示誘導を見てね、まあやっぱりその事案の、事案に合わせた答案構成するっていうことはしっかりやってもらいたいなというふうに思いますね。ちなみにですね、この今の4ページの最後のブロック、ちょっと長めのブロックの2段落目、一方っていうところなんですけれども、あとこの名を書きのところも一緒にちょっとお話ししちゃおうかな。あの結論から言うとね、あの一定の注意義務を 尽くすことが債務の内容になっているようなものですね。そういうのよくね、あの、手段債務っていうふうに言うんですよ。工学上、学問上ね。えー、目的物の例えば保管義務とかさ。ほら、あのあ、皆さんに問題です。目的物の保管義務と言ったら何を思い出しますか まあ、いろいろ思い出すと思うんですけどね。まあ、民法勉強してればですけどね。いろいろ思い出すと思うんですけど、例えば、ほら、帰宅契約ってあるじゃないですか。あれで、その、無償の場合と、有償の場合とでさ、ちょっとこのね、注意義務、保管義務の注意義務の程度が変わってきますよね。えー、無償の場合だったら、まあね、そこは事、事故、自己の財産におけると同一の注意で足りるんですけど、これ、有償帰宅の方だったら、もう400条の方がね、一般規定、債権の総論の一般規定の400条の方が適用されますから、まあ、そういう意味で全管注意義務をうって話になってきますけど、まあ、その保管義務の程度って変わってきますよね。契約の。 内容によってね。で、今ちょっとそういう話してるんですけど、その一定の、まあ、保管、物の保管義務なんかが典型例ですけど、一定の注意義務を尽くすことが、その債務の内容になっているようなね、そういったものはの手段債務と言います。大学上、学問上ね。で、そういった債務に関してはちょっと特殊なところがありまして、要は、その、そもそもね、面積自由が認められるぐらいだったら、そもそもその本文の方の注意義務違反がない。つまり債務不履行の事実がないんだっていうふうに一般的に考えられてるんですよ。 だから、もし、その保管義務違反みたいな、そういった手段債務事案みたいなものが出たときは、そういうのを踏まえて答案構成をね、していかなければいけないということになります。だから、ある意味、絶対やっちゃいけないなと思うのは、注意義務違反が債務履行の内容になるときに、まず、本部の要件を充足すると、注意義務違反があるからね。 じゃあその債務履行の事実があるみたいなことを書いて、で、その後、ただ、じゃあ正し書きの面積要件を認めれるかということで、ぐだ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 長くやるっていうのは、これちょっとありえない。理論的には、ちょっとありえないって話になってくるわけなんですよね。もう本文の方の債務履行の事実、つまりその注意、一定の注意義務を尽くしてないんだっていう、その債務履行の事実が認められたら、これはもう面積の余地がないっていう形でね。まあ、事実上、その面積自由にあるような、415条1項の正し書きにあるような考慮要素。 から考慮して、それでもう面積されるの時ときは、そもそもその本文のね、その債務理工の事実がないっていうふうにあの解釈するのがこれ素直なので、それ一言書いて終わるんだっていう話になってくるわけですよね。だからその答案をまあどう構成するのかっていうのは、やっぱその事案を見てね、しっかりとこう頭使って考えていかなければいけないというところになってきますね。まあ、やっぱこういろいろ考えてね、やらないといけないから、こそね、まあ法律の世界って面白いと思うんだよね。答えがなんか一つにこう決まるわけではないから、だからまあ勉強のしがいもあるしね、まあ法律家の資格を取ればさ、 それだけやっぱり素人と違いますからね。あの、その皆さんが試行試験に受かった時、最終的にね。そういう時にやっぱりこう素人の人にできないような、あの、いいあの発想ができるようになると思うんで。まあそういうのがやっぱりその価値なんでしょうね。この法律を勉強するね。というわけで、まあ丸暗記ではなくて、こう、頭使って勉強するというのは非常に大事なのかと思ってますね。さて、で、この後ね、5ページ行きましょうか。えー、ちょっと本文の要件を少しちょっと掘り下げて、これからね、あの、まあ、見ていきたいと思うんですが、5ページの括弧2で、まず債務不履行の事実ってことで、本文の要件のまず1発目ですね。 1>, 1個目の要件。債務不履行のまあ事実というところで,で、矢印のところです。カッコリの矢印のところで、えー、債務履行の事実のものはね、債務の内容ごとに債務履行の対応を考慮してまあ決する必要がありますと。で、その対応としてはね、えー、2行目の太字のところ。まず、履行地帯。皆さんも聞いたことありますよね。あとは、履行不能。まあ、この履行地帯と履行不能っていうのはね、結構こうメインになるようなね、えー、その債務不履行の対応になりますね。あとはその3行目のところですけども、まあそれ以外にもあります。要は、 約束違反が全部ここで言う債務履行の事実になってくるんで、その約束っていうのは世の中ほら例を挙げたらりがないわけですから、履行地帯や履行不能だけでなんか全てのね事案が処理できるほどそんな単純な世界ではないんですよね、世の中はね。まあそういうことで、えー、ただ3行目ですけど、ほんの一例です。まあ例えば括弧 A で、まあ給付の不完全、うん。これはね、もうちょっとわかりやすく言うと、契約に基づきなんか物をじゃあ引き渡しました。だけど、それがちょっと契約の内容に合ってませんよっていう形で、債権法改正前だとよく不完全履行っていう言い方を していたんですけ最近はね、その、えー、契約に基づき引き渡した、ま、ブスが契約に適合しないんだ、契約内容に適合しないんだ、みたいな感じで、まあ、一言で言うと契約不適合っていうね、あの問題ですね。まあ、従来不完全履行なんていうふうにあの言われていたものになります。あとは、 まあ実際判例なんかをまあ見てると、こういったね、履行地帯や履行不能とか、あとこのね、契約不適合以外の事案でも、例えば審議則上一定の義務をこう設定して、で、その義務に違反することをもって債務履行があったんだって形で結構評価することがあるんですよね。えー、まあそれはなんでかっていうと、やっぱりこう、すべての世の中複雑な、ね、こういろんな複雑なところがあるじゃないですか、この世の中の社会っていうのは。それをこの履行地帯履行不能と契約不適合だけで処理できるほど、そんなに単純な世界じゃありませんから、だからそういう意味で、 やっぱりその、審議則っていうのをこう使ってね。まあ、こういった場面ではこういう義務を負うんだって形で、その具体的な妥当な結論を図るために、義務っていうのをいろいろ設定していかないといけない。そういう場面っていうのがやっぱり出てくるわけなんですよね。で、そういうことで実際上の必要性からですね、このカッコ A、カッコ B ね、あの4行目のところですけど、まあ、審議則上のまあ義務違反みたいな感じでね。まあ、ふふ随それを不遂義務違反とか、法義務違反とか、まあ、いろいろこう構成することがあるんですけど、まあ、これも細かいことではなくてね、その当該事案をやっぱりこう妥当にね、具体的に 妥当に解決するために、こう、まあ、編み出された、まあ、理論構成だと思っておいてください。これ、丸暗記するものじゃなくてね、その必要性があるから、まあ、やるんだって話になってくるわけですよね。さて、で、ちょっとね、この後一個一個、ちょっとね、あの、特に大事な、利工地帯と理工風の今日見ていきたいと思うんですよ。で、カッコは、えーあ、この下のね、あのカッコあのところを見てください。利工地帯の意義ですね。で、矢印のとこですが、 まあ、理工地帯っていうのは一言で言ったらこの一行目。債務者が履行期に債務を履行しないこと。ね。この太字のところ。履行地帯って何ですかって一言で答えろって言われたら、債務者が履行期に債務を履行しないことって答えてくれればいいわけですよね。予備試験の口実試験なんかだとこういうやり取りがされていく中でね、こういろいろもっと深いこと聞かれたりしますけどね。あとはもちろん、あの、まあ、予備試験の受験生じゃなくてもね、<laughs> これぐらいのことは、あの、司法試験の受験生でもね、あの、担当試験とか論文試験に普通に合格するには必要な知識になってきますけどね。ま、理工地帯って何ですかって聞かれたら、まあ、とりあえずね、理工機に債務を理工しないことって形で、まあ 答えられれば、まあいいのかなと思いますね。で、そして、えー、この1行目の終わりから2行目、えー、以下のところですけども、債務者は履行期日の当日中に債務を履行すれば良いので、えー、履行地帯の債務履行が認められるためには、履行期が、これ、到来と経過って言葉をちゃんと使い分けてるんですけど、単にこの到来してるっていうだけでは足りずね。例えば、ある年の10月31日が、じゃあこれ、貸金返還債務の履行期だとしたら、その履行期が到来してる時点、 で、いきなり地帯責任ってかわいそうじゃないですか。その履行期の31日にだってお金返せばいい、いいわけなんでね。でその日から履行地帯だってことで遅延損害金発生するってことになったらかわいそうだから、だから単に到来してるってだけで地帯にはなんないんですよね。その履行期を経過しないといけないってことね。えー、で、そこで、えー、この3行目のとこですけども、まあ履行期が経過。履行地帯の要件としては履行期が経過。下にもかかわらずね、債務者が債務を履行しないことですね。これが履行地帯の中身になってくると。で、このメモ。 5ページの一番下のね、メモのところなんですけど、えー、各種債務不履行の中でも、特にね、作為債務、まあ、いわゆる世の中一番よく問題になる債務なんですけど、作為債務ね、金銭や物の給付や一定の行為を要求する債務などの履行地帯の要件は、実はね、民法実態法の要件論と実務での要件事実論、これ大きく乖離しております。 民法の科目だと、どっちかと,いうとこう、まあ、学説上の実体法上の要件で答案書くことが求められることが少なくないですね。取材の詞を見てると結果的に学説の方の理解と合いやすいんですよ。取材の詞の書き方がね。で、予備試験の法律実務基礎科目。 っていうのがありますけど、あちらはもう完全にその実務の方の要件事実論を前提にね、まあ法律実務基礎科目だからね、もう試験の名前、あの試験の科目がね、まあ当たり前なんだけど、まあその実務の方の要件事実論で求められてることがあの一般的だった話なんで、だから両方ともきちんと理解をしてね、まあケースバイケースで使えるようにしていかなければいけないって話になってきますね。ちなみにですね、要件事実って、あの、結局民法の実態法上の理解がちゃんとできてないと、その自分でね、要件事実を考えることができないんですよね。何でもかんでもこう本に書いてあること バランして、それをそのまましかあの、とわにかけないっていう頭になっちゃうんですけど、ちゃんと民法の実態法上の理解をあの、しておけば、あ要件人生そんなに大変ではありません。まあ、もともと基本的に民法の実態法上の理解ができてれば、そのある、じゃあその要件がね、それが請求原因なのか、公弁なのか、再高弁になるのかっていうのは、条文の構造を、まあ、見ていくと、ある程度推測が、 できるって話なんですよ。例えば先ほどの民法415条一項の本文と正し書きとの関係でまあ言いますとね、まずはその債務履行に基づいて損害賠償請求したいと思う人が、先ほどのね、415条一項本文の要件であります、債務履行の事実と、それから損害とね、債務履行と損害との間の因果関係、これを主張立主張していけばまあいいって話で、で、それを拒みたいと思っている人がまあ正し書きの面積事由をね、それを公弁としてまあ主張していけばいいっていう話なんでね。基本的にちゃんと実態法の理解ができたら、まあ、 あの、要件事実のはちゃんとね、その条文構造であるって整理がされてるのでね。えー、まあそういうことでね、要件事実をまず心配するんだったら民法の実態保障の勉強をするっていうのがう最優先なんですよね。というわけでね、あの、まあで、これ両方理解しておくといいです。これを機会にね。今日、ちょっと両方の話をしたいと思ってます。で、次のページ、6ページなんですけども、履行自体ちょっと奥が深いのでね、あとね、あ、予備試験でよく出るね。あの、法律実務,実務基礎科目でよく、よく出るんですよ。 だけど、ダメよ。飛びついたら、実務基礎科目っていう科目に飛びついちゃいけないんですよ。民法の実態法の理解をちゃんとしておけば大丈夫ですから。もう何の問題もないですから。ね。まあそういうことで、えー、まずね、6ページのところのちょっと資料っていう。 あ、これね、あ、いろんな整理の仕方があるから覚えなくていいですから。本によって書き方バラバラですから。結論から言うとね。だから、皆さんにちょっと丸暗記をしてほしくなくて、まあ、いや、要はいろんな、こうなんか説明の仕方があってね。で、最終的に今、答案で書きやすいのはどれなのかな、みたいな。そんな感じで考えてもらえればいいわけなんですよね。これを暗記してくださいとか、そういう指示で紹介するわけではありませんから。あ、だから記号はつけてません。丸つけてませんからね。 丸付いてるところはちゃんと後でスクションしててください。あの、講義が終わった後にね。で、そこで6ページの1個目のブロックの資料のところですけども、履行地帯を理由とする債務利庫に持つく損害賠償請求権に関して、実務の要件事実論における支配的見解。まあ、あくまでも支配的見解だから、他にも見解がありますから。だから、あの、これが唯一と思わないでくださいね。まあ、一応、あくまでもこう、主流な見解ぐらいな感じですけどね。で、そういう場合ね、この場面では債権者としては丸1、債権の発生原因丸履行期の定に丸2、え、履行期の定め及び履行期の経過、で、かっこさらにね、え、で そときはね、あの、こちら、損害の発生と、丸5ね、履行地帯と損害手の間の,の因果関係ね、を主張立証すればいいと。丸1、丸2、丸3は履行地帯の要件ですね。先ほどの実態法上の要件との関係で言うと、はい、皆さんに問題です。 どの要件のことを言ってますかここで言う丸一丸二丸三は、先ほどご紹介した、えー、その実態法人の要件との関係で、どこのことを言ってますかというと、まあ皆さんうなずかれいる方が多いですけど、つまり、あの、一個目のね、債務履行の事実なんですよ。で、それが、履行地帯っていう、債務履行の内容が、履行地帯をそのね、対応にするっていうときは、この丸一丸二丸三ね、これが先ほどの債務不履行の事実の内容をなすんだということに今なってきますね。 さて、で、4行目のところ、あ5行目のところですけど、あ4行目から行きましょうか。あの、履行期に履行がなかったことについての主張立証はこれ不要でね、まあ、ないことの立証って結構難しいのでね。えー、あと、まあ、価値判断的にも、やっぱりその履行期、あの、契約で履行期を決めたんだったら、それを守るの当たり前っていうところがあるんですよね。なので、 え、まあ、利己家を守らなかった人の方でね、そこのところの、まあ、立証負担を負うのが、まあ、公平だ、妥当だってことでね、結論妥当性なんですよ、結局。まあ、そういうことで、5行目のところですけども、えー、債務者の側で債務の保守に従った履行をしたことの主張立証責任を負うんだ、っていうふうに、あの、考えていきますね。で、一方、学説の方は、これ全部ね、あの、もう、請求原因の方に入れていこうとします。 結局、その実務みたいに、その面積自由のところをこうね、逆にひっくり返すんではなくて、債務の履行がないことっていうのも、これを請求原因の中にまあ入れていくべきだってことでね。確かにでもほら、理論的に考えたらそうじゃないですか、皆さん。ちょっと頭固くしないでくださいね。要は、債務不履行に基づく損害賠償請求権がね、あの、発生するための要件は先ほど確認した通り、まず1個目で、債務不履行の事実っていうのが必要なわけですよね。で、その債務不履行の事実ってさ、あんまり難しいことを考えないでさ、じゃあそれ内容何になるのかってあの思ったときに、 それやっぱり、履行期、理工地帯の事例で言えばさ、履行期に履行しなかったことって言うんじゃないですかね。普通に何も考えないで言う、考えるんだったらね。らそれ素直なんです。この学説の方はね。だけど、その実務の方は、先ほど言ったようにね、やっぱりこう、履行期を、やっぱり約束した以上はそれ守るのが当たり前なんだからね。それを守らなかった方の、人の方に、その主張立証責任を負担かすのがこれ妥当だ。あと、まあ、条文構造がね、今、そういう価値判断から再建法改正ではっきりそういう条文構造になってますけど、まあ、そういうことでね、えー、その、 面積自由の使用率小責任をね、その神戸の方に回してるんですよね。まあでも実務の方がこれ全部請求議員の中の方に入ってくるというふうにあの思ってますね。だから民法の答案を民法の科目で書くときは、場合によってこの学説の書き方で書いてもいいっていう話になってくるんですよ。だけど、予備試験の法律実務基礎科目で、あの、こういった問題が出たときはね、あちみにこの直近、 あの今ねあの、令和5年度まで予備試験の論文試験まだはあの終わってないのでね、ちょうど今担当試験終わったところなんで、まだあの論文試験始まってないんですけど、令和4年度の予備試験は、履行地帯に基づく損害賠償請求権の訴訟物ですとか、要件事実が聞かれてますね。まあ、よく聞かれるんですよ、実は。履行地帯の,あの話っていうのはね。まあそういう感じです。まあここのところの知識があれば、まあなんとかなるんじゃないかと思いますね。 そして、7ページのところですけども、履行地帯は奥が深いのでね、しっかりやっておきましょう。えー、7ページの1個目のブロックですが、履行地帯のね、まあ、実態法上の要件、要は学説上のあの要件ですね。まあ、そこのところをちょっと確認していきたいと思うんですけど、まあ、1個目のブロックで、タイトルの下からいきます。えー、履行地帯を理由に損害賠償請求をするには、415条1項本文のね、債務履行に基づく損害賠償請求権の成立要件の一つである、はい、まず、要件丸1。債務履行の事実、ね。えー、で、その中身として、履行地帯ね、債務履行とかいろんな対応があるって あの、さっき言いましたよね。履行地帯だとか、履行不能とか、審議則上の義務違反とか、まあ、いろいろあるんですけどね。不完全履行みたいなのがあるんですけど、まあ今はその履行地帯を扱っていきます。まあそういうことで、えー まあ、二行目、三行目ですけど、債務履行の事実、そしてその内容として、まあ、履行地帯がね、認められること。これが、まず、履行地帯の要件になってくると。そして、三行目、履行地帯が肯定されるには、その前提としてですね、まず、まあ、履行が地帯しているということは、その、地帯する債務が発生してなければいけませんから、まあ、四行目のところですが、債務が発生していることが必要になってきます。そして、その債務の履行期が、到来ではなくて経過ね。 さっき言った通り、あの、到来してるだけだったら、ね、直ちにその地帯責任を負うわけじゃないからね。そこも到来した日までに返せばいいわけですから、債務者の方はね。いきなり地帯責任を負いませんから。まあ、そういうことで、地帯責任を負うためには、この経過です。4行目。えー、その債務の履行期が経過していることが必要と見ますと。そして、債務の発生原因、かっこね、債務の発生原因事実。 要は、売買契約締結の事実とか、まあ、いろいろありますけど、としては、まあ、売買契約の締結などね、債権債務の発生を引き続ける、まあ、様々なもの,ものがあり、あり得るんですよ、ってことね。で、また、債務者が、債務について、弁債の提供すると、その効果としてね、えー、債務者は、債務履行責任を丸がられることになります。今日は、ちょっと弁債の提供の話の詳細はしないんですけど、まあ、いろいろ債権法を皆さんちゃんと勉強してるとね、まあ、そのうち弁債の提供という項目でこう、こういったことを勉強することになると思いますが、その効果の一つとして、債務履行責任を免れる。まあ、主にここで言う債 弁済の提供の場面での債務利行責任を免れるといったときのその債務利行っていうのはまあ事案のね具体的な場面を考えたときにまあ事実上利行地帯責任というのが大体主流に主なものになっちゃうんですけどまあつまり弁済の提供すると簡単に言うとこういうことの話との関連付けをするとね利行地帯責任を免れるっていうそういった法的効果を得られるんだってことになってくるわけですよねでそういうことでこの今のブロックの下から3行目また えー、債務者が債務についての弁債の提供をすると、その効果として、債務者は債務履行責任を免れることになります。まあ、以上を踏まえると、行工者の実態補助の要件は次のね、要件、各1過去2 3の通りになりますということで、で、これ今、1個目のブロックは白丸なんで、これは理解しておいてください。で、こんなの長くて覚えられないから、 覚えるのは、この2個目のボルクの黒丸ついてるところね。というわけで、履行地帯の実態法上の要件何ですかって言ったら、債務の、あの、要件カッコ1でまず、債務の発生原因ですね。えー、そして、履行期の経過、到来ではなくて経過。えー、そして、カッコ3でね、えー、債務者が履行またはね、弁済の提供しないことということになりますね。というわけで、実態法上はこうなります。で、これあの、ね。 あの、要件事実とちょっと違うでしょ。実務の要件事実とは。この,弁裁の、弁済の、あの、履行したとか弁済の提供したっていうのは、これ普通神戸に回ってくるから。だからこれは要件事実、実務の要件事実じゃなくて、あくまでもあの実態法上の要件ということにもなってきますね。 そして、要件事実の話今したんで、じゃあ、ついでに言うとね、この下にメモが3つありますが、あの、2つ目のメモ,メモが要件事実の話になりますので、ここを先にご紹介しましょうか。7ページのね、下3つのメモのうちの2個目のメモなんですけど、えー、債務者が履行または弁済の提供しないこととの履行自体の実態上の要件はね、実務の要件事実論においては、えー、債務者が履行または弁済の提供したことがね、神戸になってくるってことで、これはあの、前のページであの、お話した通りなんですけれども、まあ、こういう形でね、ちょっとこう学説上のね、実態法上の要件と、こう、要件事実とであ ちょっと違いが出てくるってことなんで、これよく理解をしておかなければいけないということになってきますね。こういう、こういう場面で結構多いですから、民法全体的にあの見てたときにね。で、そういうときに、民法の実態法の勉強もちゃんとしないのに、要件事実の勉強を中心にやっちゃうとどうなるかっていうと、まず原則がどうなってるのかっていうのがよくわかんないんですよね。まあ、あの、民法の実態法がまず原則になりますから、あの、価値判断なんですよ。要は、どういう利益状況が揃えば、こういう法的効果を発生させることが正当化できるかっていう観点から、 それで要件っていうのが成り立ってるんで、民法の実態法上の要件ね。だから例えば、結論から言ったら奇跡自由もないような人にやっぱ損害賠償を責任を負わせるのは妥当ではないっていう、そういった価値判断が働いてるわけなんですよね。もともとね、民法の実態法上はね。えー、だからまずそこのところを理解してからじゃないとダメなんですよ。いきなり要件事実に言っちゃうと、その価値判断が持てないのね。例えば他の例を挙げるとさ、まあ、今日ちょっと話す予定なかったんですけど、例えばあの、表権で理ですね。あの、民法の、例えばその、119条1項の受験表示の表権代理ですとか、民法百十条の、えー、その、えっ代理ね、え、権限 US の表 代理そして民法112条1項のね、代理権消滅後のあの表権代理なんですけども、あれは微妙に、あの結論として実態法上はその相手方の保護要件として善意無過失というのが、ね、要求されるんですよ。ところが、その条文はいろいろその善意無過失の立証責任をいろいろ振り分けちゃってるんですよね。110条が原則的な形態になってます。その主観、 要は、百十条の表権代理を根拠に、責任追求したい人は、その要件を全部主張立証するっていう、そういう構造になっているのが、百十条なんですよ。で、それなんでなのかっていうと、権利外、あの、表権代理の規定っていうのは、権利外観法理の現れたっていうのによく言われてるんですけど、その権利外観法理っていう方、あの、ものをね、正当化するには、やっぱりその相手方の善意無回数、そこは必要だなっていうふうに、あの、一般的に考えられてるんですよね。で、そのまさに、その価値判断をそのまま、えー、条文化したものが、百十条って話になってますね。ところが、 同じ権利外観法理の現れであるね。例えばその119条1項の受験表示の条件代理。 なんかは、その今みたいな、善意無価値みたいな、主観的な、その保護要件が、まあ、正し書きの方で逆にひっくり返されてるわけなんですよね。でそれはなんでなのかっていうと、受験表示っていうのはどういうことかっていうと、代理権を与えていないにもかかわらず、その与えた旨を取引の相手方に示してしまったっていうね。そういうことをやったときに、その成立するのが、119条1項の受験表示の表現代理なんですけども、その本人の落ち度って結構大きいじゃないですか。110条の越験代理っていうのは、単に基本代理権を与えただけでね。で、それで勝手にちょっと、まあ、たまたま代理人が悪いことをやっちゃったっていう話なんで、 119条の1項の適用場面と、110条の適用場面との利益状況をこう比べたときにですね、本人の落ち度が119条1項の方がまあ高いんですよね。で、それであればそこのところをどう調整するかって話なんですけど、もちろんその法要件の実態をの中身自体変えるっていうのもあ,ありなんでしょうけど、そこは一応やっぱ権利外観法理なんでね、あの、表現でありは。そこで一応全員無解すっていうあの要件を維持した上で、ただ主張利主責任を振り分けるって形でそこで調整してるんですよね。で、一番複雑なのが112条の1項の表現であり、 これがもう、善意と、あの、その過失のところを完全に本部と正しげで分けちゃってる。ということで、112条1項の表現代理が一番その利益状況のバランスをね、あの、具体的にやってる条文なんですよね。というわけで、でもあの、その、なんていうかな。 やっぱりこの権利外観法理っていうね、そういったものが正当化されるのは基本的には、やっぱ実体法上ね、相手の善意無解数、その取引の相手の善意無解数、それが要求されるからこそ権利がないところに権利を発生させることが正当化されるんだと。真の権利者はそれで権利を失うわけですから、真の権利者のそのね、権利を失わせるに値するような利益状況ってのは何なのか、権利外観法理を根拠に、真の権利者のそのね、権利を失わせる利益状況ってのは何なのかというと、基本的には善意無解数が要求されるっていうところ、そこを民法の科目で学んおくんですよね。 したら、あとはそれが、まあ、要件事実的にはこうなってんだなと。その条文見たらわかるから。その振り分けがこうされてるってことね。だから勉強の順番でそんな感じなんですよね。ちなみに、皆さんに問題です。あの、その、相手方の保護要件そのものがさ、もう変容しちゃってる権利外観法律ってあり,あ,ありますよね。はい、何ですか問題です。 っていうと、まあ、94条2項の第三者ですよ。あれもね、あの、ほら、通防虚偽表示でさ、そのね、虚偽表示あの、信頼した第三者って、善意だと保護されるじゃないですか。94条2項の保護要件で単なる善意で無価質までの要求してませんよね。でもあれも、権利外観法理の現れっていうふうにあの、言われてるんですけど、なんでここで無価質が要求されないんでしょうかっていう話なんだよね。で、この時に、さっきのあの、表現でありのところも、ま、いろんな類型ありますけど、あの、各類型の中でも実はそういった実態的な要件の中身を、あの、変容させるってことも、ま、あり得たんですけど、ただ、その 要件そのものを変容させるほどの利益状況に違いはないっていうふうに立法者は思ってるわけなんですよね。ところが、通報虚偽表示の方はもっとひどいんですよ、本人の落ち度が。要は、相手方と通報してね、えー、その本当は、例えば自分の措置を売る。 気もなないのに相手と通報しししてて売るような一生児をしてしまうをまそういう中、その一生児をまあ信頼して、その取引関係に入った人、すごく擁護性が高くなってくると思うんですよ。本人のその落ち度がすごく高いこととの関係でね。で、そうなってくると、先ほどの、まあ、要は表権代レベルのところで、その相手方の保護要件をね、まあ表、表権利外観を法っていうのは基本的には相手方の保護要件で全員迎えするとていうのが要求されるのが標準的なんですけど、単に、視聴立証責任のところをちょっとこう、調整するぐらいでは、調整しきれない。それだけの、やっぱり利益の変化が出てきてしまうって話なんですよね。まあそういうことで その2項に関してはもう元々もう日法自体がね相手方のその第三者の法要件としてはまあ全員で足りるみたいなそんな感じでやってるわけなんですよで今の話で全部民法実態法の話なんですけど要件事実に飛びついちゃう人ってこういうこと理解しないでしょ。 だからダメなんですよね。応用が効かないって話。だから、まずは民法の勉強をちゃんとやらないといけない。そして、民法の勉強をちゃんとやってたら、要件事実なんて大したことはありませんから、あの、すぐに理解できますよ。あ、条文構造こうなってるのは、多分こういう価値判断の違いのもとこうなってるんだ。同じ権利外観法に現れてもね。まあこういった価値判断、利益状況の違いがあるからこういう調整がされてるんだろうみたいな。多分そういうところが分かってくると思うんですよね。で、実際論文試験なんかだと、その利益調整を自分でしていかなければいけなくなってきます。例えばその十四条の二項の類推適用の場面でしたら、 判例,判例は事案によって、その相手方の保護要件をまあ条文通り善意で足りるときもあればね、その条文にないにもかかわらず、無過失まで要求してくることがあるんですけども、そういうところの利益調整を自力でちゃんとできるようになるんですよ。 民法の実態法の理解をちゃんとやってる人はね。でも、要件事に飛びついて、要件事実のなんか形式的な話ばっかり勉強してる人っていうのは、違反に合わせて利益調整をする能力、つまり法的な思考能力っていうのが、ね、身についてませんから、まあ、覚えようが効かないんですよね。だからそういう意味で、民法の実態法の理解っていうのは本当に大事なんですね。それがもう全ての基礎を作ると思っていてもらえればいいんじゃないかと思います。ちょっと話が、雑談が長くなりすぎたんで、ちょっと話を戻しますが <laughs>。あの、まあ、そういうことで今ね、ちょっと7ページの 話のね、えー、3つあるメモ、下3つのメモの2個目のメモで今ね、あの、利口地帯の要件事実の話をした、ついでにね、ちょっと要件事実の話が膨らんでしまいましたが、ちょっと話を戻したいと思います。<laughs> さて、で、今度ね、次ですね、えー、と8ページ行きましょうか。えー、おまけ。 履行地帯の要件事実論。これちょっと今日の確認ですね。先ほど話したことのちょっとまとめになると思うので、ちょっと一回読んでいきますと、えー、8ページのおまけで、履行地帯の要件事実論履。履行地帯に基づく損害賠償請求権の要件事実としては、債権者は債務の発生原因事実、履行期の定めとその履行期の低下、そして損害、そして因果関係ね。これを主張利書するだけで足り、履行期に履行がなかったことを主張利書する必要はないと。で、公弁として、債務者が履行期に履行またはね、まあ弁済の提供でもいいんですけど、弁済の提供でもさっき言ったり、その効果として、 効果が、ね、492条によったら、ね、得られますから、債務履行責任を免れるという法的効果が得られますから、まあ利そのものをしなくてもね、まあ、弁済の提供でもいいんですけど、これどっち指摘するから事案によって、あの、調整すればいいわけですね。弁済の提供した事案、履行そのものはしてないけど、弁済の提供したっていう事案、弁済の提供しかしてない事案だったら、まあ弁済の提供したことっていうのが視聴立証の対象になってきますから、まあ事案に合わせていけばいいんですけども、まあそういうことを主張立証する必要がありますということですね。で、この4行目の途中から5行目ですけど、まあ債務、なんでこの、民法実態法とちょっと理解が違うのこれなんでなのかっていう と債務は履行されるのが当然であることを考慮し、当事者のま公平からね、まあ、要は市場立所責任の負担を考えてのその公平公平を意味しますけどね、市場立所責任の、えー、負担という観点からのその公平なんですけど、まあ、そういうことで要件事実論としてはこのような構造となっていると、なお債務者は履行期に履行したということを市場立証するほかに、えー、あの400条1項正しがきの面積事由をね、市場立所して責任を免れることもできますがね、まあ、これちょっと今日は免責事由の話はあのやりませんので <laughs>、あのこれ皆さん各自ね勉強していただければと思います。 さて、で、8ページの一番下のブロックを見てください。えー、履行地帯の要件事実については、予備試験の、まあ、受験生向けにね、まあ、あの、私の方で、矢島の法律実務基礎科目っていうのをやってるんですけど、今のね、直近の問題、令和4年の問題ちょっと簡単に紹介します。この中の2段落目のところを見てください。えー、ちなみに、令和4年度の予備試験の法律実務基礎科目、各個民事の論文試験においては、受け入れ人 X が次のような主張をして、注文者 Y に受け入れ契約に基づく報酬請求と、えー、遅延損害金の支払い請求をする場合における、 証物や請求原因等を問う出題がされてますこれも丸暗記じゃなくて、ちゃんと民法の実態法の勉強してたら、その場でなんとかなりますけどね。でもまあ、今日はちょっとね、浮世絵の話をちょっと詳しくやってる時間はありませんので、ちょっと簡単に話を済ませるとね、3、えー、段落目の格書きの中なんですけど、これ問題文の引用になります。 令和4年5月28日、私は本件工事を完成させ、えー、本件建物を Y に引き渡し、えー、本件工事の報酬として1000万円の支払いを求めましたが、Y は700万円しか支払わず、残金300万円を支払えませんでした。私は本件工事の報酬の残金300万円と、支払いが遅れたことの遅延損害金全てを Y に支払ってほしいと思いますということで、で、こういった主張している人のね、まあ、訴訟代理人の立場でね、訴訟物答えたりとか、請求原因答えるのが、これが予備試験の実務基礎科目になっていくんですよね。ちなみに、 あの、司法試験を受かった後の、司法収集の終了試験でこん,こんなのばっかりやりますから、あと、まあ、ま、事実認定が結構中心になってくるんですけど、事実認定をするあの前提として、まずその当事者の主張を法的に構成するんですよ。訴訟物が何なのかとか、じゃその主張立証すべき、じゃ請求事実は何なのか、で、反対当事者、まあ、被告の方がね、逆にあの、主張立証すべきじゃあ公弁は何なのか、再公弁は何なのかってことで、そこであの、振り分けをして、その後、丁寧にね、まあ、あの、 問題文が長いんでね、普通に記録を、事件記録と同じようなものが渡されてね、あの、すごくこう、事実関係がいろいろあの掘り下げた記載がありますけど、その中からこのね、要件に関係しそうな事実をこう認定していくって話になっていくんですけど、その前提として、訴訟物の選択をまず誤ったらアウトですよね。もちろん、あの、本番の試験でも、あの、は、その2回試験じゃなくて予備試験の段階でも、もちろん訴訟物の選択を誤ったら少なくともその、その説明ではもう絶対合格点には届きませんから。だから、そういう意味で、まず訴訟物の選択っていうのは絶対間違っちゃいけない。 あの、民法の、司法試験と予備試験の受験生では民法の科目で、訴訟物い言い方しないけどね、民法の科目だと。でも、あの、法的根拠。あの、 先ほどの債務履行に基づく損害賠償請求権ね。これは、要件事実論的に言ったら訴訟物という言い方をするし、民法実態法的に言ったらその法的根拠、請求の法的根拠って話になってくるんだけど、やっぱその訴訟物とか、その請求の法的根拠をこれ選択ミスすると、まあ、まずその問題で合格点を取ることはできませんから、そういったことを適切にね、その選択するために民法のをちゃんと勉強していくって話なんですよね。実態法の理解をちゃんとしていくというのが大事になってきますね。 で、8ページの最後の段落のとこですが、まあちなみにってことで、この事案の訴訟物は、あ、ね、司法研修所のルールで、あの、いろんな要件事実の本って世の中で回ってるけど、司法研修所のルールに、あ、ルールがいろいろあるんです。要件事実の中でも。 市販されてる方の中でも、いろんな、それ、何が間違ってる、正しいとか、そういうのなくてね。まあ、それぞれが正しいんですけど、でも、ルールの内容は違うんですよ。で、皆さんは結局、予備試験や司法試験に受かった後に、まず、あの、召集、書の研修を受けないといけないので、でそこで最後、試験を待ってますので、で、そしたら、やっぱその、二回試験の、あの、の方にね、えー、その、適用される、修書のルールでまず勉強していくといいと思うんですよね。で、もちろん、実務に出たと、それでやっていけば大丈夫ですから、あの、そのままね、あの、のルールで仕事していけば、裁判官になろうがね、あの、弁護士になろうが、あるいは、あの、たまに 検察官でもね、あの、み、あの、証務、証務の部門に入っていくとね、民事事件にね、民法の親族法とかいろいろ結構民法の事件関わってくることがありますけど、まあ普通にあの司法研修所のルールでね、あのやってってもらえればいいのかなと思いますね。で、ちなみにとこなんですけど、8ページの一番最後の段落で、まあこの事案の訴訟物はその研修所のルールに従うと、受け負契約に基づく報酬請求権と言います。古い言い方だと受け負い代金請求権って言うんだけど、最近ここ令和の時代に入ってからね、ここ見直されて、 えー、条文通りに行きましょうっていう主張が強くなってきたんですよ。だから従来、まあ、未だに実務で請負い代金請求権って言ってる人はいるんだけど、今の令和の時代に入ってからの研修所の教え方はね、条文通り、報酬って言葉を使ってるんです。請負いはね、請負い代金じゃなくて。なので、まあ、請負い報酬請求権。で、訴訟物のね、個数を特定するのが司法研修所のルールなんですよね。えー、まあ、市販されてる本でこの特定がされてない、この個数の,個数の特定がされてないものが結構あるんだけどね、司法研修所は、その、 契約上の請求だったら契約の個数で、その訴訟物の個数っていうのが決まってくるんですけど、まあそういうの個数のところも点数つくんでね、点数もらえるんで、あの書いてきますね。あとは履行地帯に基づく損害賠償請求権1個。 という形で、ま、適時することになります。で、この履行地帯に基づく損害賠償請求権というのはね、これやっぱり司法研修所独特のルールっていうか、ま、あ実務の独特のルールなんですけど、9ページのところを見てください。この話、ちょっともうちょっとあの、お話しするとね、おまけ、9ページの一番上、おまけってとこなんですけど、履行地帯を理由とする債務不り込みに基づく損害賠償請求権の訴訟物の適時の仕方としては、タイトルの下、履行地帯に基づく損害賠償請求権の法的性質は、まあ、要は民法451この本文のさっきのね、債務不履行に基づく損害賠償請求権なんですよ。 だから、こうやって指摘してくれても、理論的には間違いではありません。ところが、あの、履行地帯ってさっき言った通り、ちょっと特殊な、あの、この要件事実の振り分けがされてるじゃないですか。あの、さっきさ、債務不履行したっていうことの立証責任がひっくり返りますっていう話をしたでしょこれね、履行地帯だけなんですよ。例えば、履行不能とか、 契約不適合責任追求するときは、全部さっきの要件丸一の債務履行の事実の中に全部入ってくるんです。ところが、履行地帯だけはね、履行期をもう契約で定めた以上は履行期を守るのが当たり前っていう、そこの価値判断がなぜか前に押し出されて、それで、その、同じその債務履行の中でも面積自由の方と逆にね、ひっくり返されたり、面積由じゃなくて、あの、そのしたことっていうのが神弁の方でね、こう回ってくるんですけど、それって履行地帯独特の話なんですよ。だから、まあ不能とか、まあそれ以外は履行地帯以外のあの債務履行の場合では、あああいう修正は しませんから、まあ、そういうことなんですよね。だから、結局、要件が特殊なんで、利工地帯だってことをはっきり出しておいた方がいいでしょうってことで、それで、利工地帯に基づく損害賠償請求権って言ってるんですね。というわけで、そういうあの、ゆえんです。ここのところね。ではもしまあ、債務利工に基づく損害賠償請求権って書いちゃっても、別になんか法的に間違ってるわけじゃないから、それで罰にされることはないんですけどね。でもまあ、逆に、実務でなんで利工地帯に基づく損害賠償請求権っていう言い方をしてんだろうって思ったとしたら、そういう理由なんですよね。ちょっと要件が変わってるんです。特殊な。 要件構造に振り分けちゃってるんです。履行地帯だけね。で、逆に言うと、いあの、利口不能とかやめてくださいよ。もう、あの、まあ、利口不能とだから不完全履行の場合は、民法の実態法の理解と要件事実論が一致するんですよ。履行地帯だけ合わないんです。そこのところがね。というわけでも、まあ、気をつけてくれればいいのかなと思いますね。あとね、ちょっと面白いのがね、予備試験に引っ掛け問題出して、えー、来たんですけど、あ、利地帯よく出るんだよね。さっき言った通りね、あの、前のページで言った通り、令和4年出てます。 令和5年のまだ論文試験は終わってないのでね。まあ今年どう,どうなるかちょっとわかんないですけど、令和4年まず出してるでしょ。それから、えっ、ー、と9ページの下から2つ目のブロック、まあ中のところなんですけど、まあ予備試験平成30年もね、理工地帯に基づく損害賠償請求権の話があの聞かれました。そして、それのきっかけが9ページの一番下のブロックの比較っていうところなんですけど、これ令和元年の予備試験なんですけど、同じくその遅延損害金求める事案だったんですけど、これね、保証契約の事案だったんですよ。 で、これちょっと気をつけないといけないのは、売買契約とか、消費対策契約とかね。 そういったものに関して、その、まあ、例えば引き渡あの、支払い債務に関してなんか履行自体が起こったときはさ、その遅延損害金の法的根拠って415条一項本文になるじゃないですか。つまり、売買契約の根拠条文である555条とはまた別の法的根拠をこう持ってくることになりますよね。だから、訴訟物別個のものになるんですね。だからさっきみたいに、あの、1個1個って形で、訴訟物それぞれこう特定してね、まあ、適時していくことになるんですけど、保証の場合はちょっと特殊性がありまして、えー、まあ、ちょっとこの比較のところを読んでいきましょうか。9ページの一番下のところですが、 一個の保証契約に基づき、元本利息遅延損害金の保証債務の履行請求をする場合は、447条1個。これが要になります。この実態法上ね。447条1個という条文が要になるんですけど、保証債務は、したる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その他債務に重たる全てのものを包含するということで、その損害金とか利息取るのにわざわざ415条出さないでもいいんですよ。全部一つの法的根拠。 この447条1項という一つの法的根拠、訴訟物から全部この保証債務の履行請求権やその損害賠償請求権が発生しちゃうんですよね。つまり法的根拠としては一つのものになります。だから、えー、まあこのね、3行目の途中のところですが、これらすべて保証契約に基づく保証債務の履行請求権に含まれると返して、訴訟物はね、損害金も込みでも、 適時の仕方はこうなります。下から2行目から最後の行にかけて、保証契約に基づく保証債務の履行請求権1個って話になるんですよね。で、こうやってね、実体法の理解をちゃんとしようっていう観点から勉強してる人ってのは、こううのは自力で自分で判断できるようになるから、こうやって教えないものについても、条文見てわかるんですよ。ところが、要件事実に飛びついた勉強をする人っていうのは、もう知ってることしか答えられないから、ま <laughs> あある意味応用が効かないんですよね。だからちゃんと民法の実体法の理解をするっていうのがもう最優先。 要件事実なんて、まあ、語弊を、あえて、まあ、ちょっと誤解を恐れずには言えばね、まあ、どうでもいいっちゃどうでもよくてね、民法の実態法の理解さえしてれば、要件事実は大丈夫なはずなんですよ。基本的にね。まあ、もちろんちゃんとやってくださいね。あの、本当にこれちょっと言い過ぎたかもしれないからね。あの、<laughs> あもちろんちゃんと勉強しなければいけないんですけど、でも、それだけ民法実態法の勉強というのはめちゃくちゃ大事なんですよね。要件事実に飛びつちゃいけないって話なんです。 ね、こういうのがちゃんと理解できると自分で、ね、見たことない事例でも、あの見たことない条文を使うときでも、ちゃんと処理ができるようになりますね。さて、でね、今度ね、えっ、ー、と、10ページのところを見てください。履行地帯に関してはね、大事な話がいろいろあります。で、先ほど、履行期の経過っていうのが要件になるって言ったじゃないですか。ね、到来ではなくて、経過。で、 その、履行期の経過に関しては、いろいろ大事な問題がありますので、これからちょっとその話をしていきたいと思いますね。10ページのカッコいいのところ。えー、まずね、確定期限付き債務が履行地帯になる時期っていうのはどういうふうに理解されるのかって話なんですけど、矢印のところです。履、え、行、ー、地帯の要件となる履行期の経過がいつの時点で認められるかについては、412条が典型的な債務についてね、その性質に応じた、ま、規定を設けてます。で、二段落目。412条1項は、確定期限付き債務が履行 主体と、ね、なる時期につきまして、例えば、確定期限というのはもう、期が定ま具体的に定ま,定まっている債務だから、例えば、令和何年、令和5年の、じゃ例えば6月30日ね、そこがまあ、期になってるみたいな、まあそういったものが確定期限付きの債務いうことになりますけどで、そういったことに関しては、えー、2段だけ目のまあに、 一行目から二行目のところかな。債務の履行について確定期限があるときは、えー、債務者はその期限の到来したときから、条文上到来となってるんですけどね。到来したときから、地帯の責任応答を、まあ、規定しています。だけど、この条文このまま適用して皆さんいいですかさっき言った通り、例えばその貸金返還債務の履行期が、じゃあ例えばこの6月30日だったら、その30日までに払えば、債務者はね、払えば、地帯責任を言われはないはずじゃないですか。 30日までだって返さなくていいって話になってくるわけだからね。だから、実はここ条文通りに事例処理しちゃうと、結論が妥当じゃなくなってしまうんですよね。で、法律家の仕事っていうのは、とにかくこう、その当該事案を妥当に、ね、利益状況を考えて、その事案全体を見てね、利益状況を広くまあ考えて妥当な結論を導くっていう、そういうことをするのが法律家の仕事なんですよね。これが素人にできない法律家の、やっぱりこう、仕事のいいところなんですよ。 事案全体の利益状況を把握するっていうのは法律家しかできません。そういう発想を持ってないんで、素人の人は。基本的に自分の都合のいいこと言いますから、あの、素人の方はね。だけど、まあ、法律家っていうのはこの利益考慮の発想。その事案の全体を見てね。 その全体の利益状況を見て、これ妥当な結論どうすればいいのかってことで、で、それを導くための法律構成を考えるのが法律家の仕事って話なんですよね。で、今言ったとおり、この条文上、ま、到来で、こう、地帯ってなってるんだけど、さっきのとおり、やおかしいことになっちゃうから、ここ修正しないといけないわけですよ。で、それで、今の二段落目のね、三行目、もっともったところなんですけどね、もっとも条文にはね、期限が到来したときとあるが、ま、遅延損害金が発生するのは期限が、ま、経過したときからってことで、これ条文の文言にも関かかわらずね、経過っていう形で読み替えて、 いくことにもなってきますね。到来ではなくて経過ってことで、えー、読み替えていくことになります。というわけで、ここを理解してもらったら、覚えるのは二段落目、記憶用ってことでね、この記憶用っていうところで、えー、確定期限付き債務が履行地帯になる時期は、これ確定期限が経過した時ね、到来した時ではなくて経過した時って形で、押、ま、さ、あ、えておいてもらえれば、と思いますね。あ、ちなみにね、今年の担当試験、まだ、あ、まだ、 一週間ぐらい前にね、試験終わったばっかのまだホットな時期ですけども、担当試験でね、あの10ページの一番下の例えばっていうのこれ一応今年のね、担当試験の問題ちょっと少し丁寧に書いておいたんですけど、例えば、 目的物を債務者の住所地または営業所で引き渡すべき債務。こういうのを取り立て債務って言うんですけどね。あで、問題文にはもう単に取り立て債務てしか書いてくれてないから、<laughs> ちゃんと事前に、あの、事前の勉強で取り立て債務がこういう内容のものだったのちゃんと理解しとかないとね、そもそも問題文の理解ができないんで困っちゃうんですけど、まあ、いずれしろ、こういったね、取り立て債務の履行につき確定期限があるときに、 で、債権者が取り立て行為しなかった時のことを聞いてきたんですよ。で、債権者がその取り立て行為をしなかった場合、債務者はその確定期限が問題文の足はね、到来したことをもってあの、地帯になるみたいな書き方してました。でもこれバズになりますから。 到来しただけでは、あの、地帯にはなりませんから、バズの足になりますね。で、その足をね、ちょっと説明してきました、ここで。えー、到来したというだけでは、を、あの、地帯責任を負うことにならない。この場合でも、やっぱその利口期は経過ね、到来じゃなくて、やっぱ経過すると、えー、地帯責任が発生することになりますが、債務者は、あ弁債の提供をすることで、えー、地帯責任を免れることになると。取り立て債務の場合は、ほら、債権者の方が取りに来くれる。 くれない、取りに来てくれないとさ、債務者って履行できないじゃないですか。で、そうするといつか経過しちゃいますよね。履行期をね。で、そこから遅延損害金発生するってちょっと可哀想じゃありません債務者としてはだって自分じゃどうにもなんないからね。債権者が取りに来てくれないから、そのね、自分が追ってる取り立ての債務の履行ができないわけですから。それで、まあ、とりあえず到来した時点ではセーフだけどね。でも、それいずれね、その、まあ、到来した日の翌日が、翌日になるとさ、その経過したってことで、まあ、遅延損害金発生したんだけど、それ可哀想じゃないですか。でそういう可哀想な結果にしないためにはどういう理論構成をする のが妥当な結論を導けるんから、それはまあ、弁済の提供をするってことでで、その弁済の提供の効果効果ってのはさっ言った通りね。債務不履行責任を免れるという効果がありますから、492条でねえー、まあ、つまり、その履行地帯責任を免れることができますので、まあ、弁済の提供をまあすればいいんだって。話になってきますね。というわけで、あのまあ。 いろんなね、再建法全体の知識を使って、まあ、妥当にこう、事案解決できるのが、まあ、理想なんですけど、そういうのはね、やっぱこう、再建法全体を短い時間で勉強するといいでしょうね。弁済の提供っていうのはちょっとほら、別の項目のところで普通勉強するから、まあ、まず、債務履行の損害賠償請求権の勉強しました。で、そこからし、今度しばらく経ってくるとさ、まあ、弁済の提供とかっていう勉強そのうちすることになるんだけど、で、その弁済の提供の勉強するときにね、もう、債務履行にづつ損害賠償請求権のあの話忘れてたってなっちゃうと、話をつなげられないですよね。で、そうなってくるとこうやって事案を処理できないんだよね。一つの ををを処処理理するるるにににはやっぱりこここののの一つ科目のいろろんんなななとと出てててくる知識をこう合わせてねあのこう妥当しでそういうあの、妥当な処理するためにはね、やっぱ忘れる前に勉強するっていうのが大事ね。だから、あの、再建法もし苦手だっていう方が、あの、ま、もしいらっしゃったらね、あの、ま、短い時間で再建法の大事なところだけを一気にあの、勉強するとね、話が繋がってくると思うんですよね。で、話が繋がってくるようになると、ま、大体の事案は、ま、それなりの処理ができるようになりますので、そういうのをなんか目指してもらえると、ま、いいんじゃないでしょうかっていうふうにあの、思ってます。 最近も苦手な方はぜひね、短い時間で大事なところをあの一気に勉強するっていうのはね、お勧めしますね。さて、で、えっ、ー、とね、11ページ、比較っていうところですけども、えー 確定期限付き債務については、えー、弁済期が到来すれば、債権者は権利行使可能とまなるため、え、債権の消滅事項の起算点となる、債権者が権利を行使することができるときにはなるんですよ。あで、それに当たるためには、その弁済期が到来するだけで足りね。弁済期が到来すれば、ほら、債権者は権利行使可能になるから、からそういう意味で、債権の消滅事項の起算点は、弁済期の到来だけで足ります。その経過までは必要ありませんね。まあ、遅延知体責任を負うには、その経過が必要になってくるということで、でよくこれ、比較で、あの、引っかけで出てくるからね。これ 一緒に確認しておいてもらえるといいんじゃないかと思いますね。 さて、で、今度12ページです。不確定期限付き債務の履行期ということで、これはね、ちょっと矢印のとこだけご紹介して終わりにします。これ読んで妥当な結論と言えるかどうかっていうのちょっと考えてください。不確定期限付きのあの債務。あ、で、不確定期限っていうのが何なのかっていうのは分かんないとちょっと困っちゃうか。あの、12ページの下2つメモがありますが、えー、このね、1個目のメモを見てもらえますか。用語確認、不確定期限っていうのをちょっと確認していきましょう。これね、民法総則の分野で勉強することなんでね、ちょっとこの再建法でやることじゃないんで、もう本当に簡単に終わりにしますけど、えー、法律行為の効力の発生、 または消滅を将来における正義が不確実な事実にかからせる負担をこれ条件というのに対して法律行為の効力の発生または消滅を将来到来することが確実な事実にかからせる俯瞰を期限と言いますでまず条件と期限というのを区別しないといけないのね で、そのうち2段落目のとこですが、えー、期限には確定期限と不確定期限とがありまして、えー、法律行為の効力の発生または消滅を将来到来することが確実で、その到来の地が確定しているね、えー、事実にかからせる負荷。まあ、さっきみたいにほら、あの、弁済期、た多分6月30日みたいな感じでね、決まってるようなもの。これがあの、確定期限になります。に対して、メモの下から2行目。 法律行為の効力の発生または消滅を将来到来することが確実であるが、その到来の時期が、ね、未確定であるもの。これがあの不確定期限ということになりますね。到来するかどうかがあの、そもそも確実じゃないものは条件になりますから。だら到来するのは間違いないんだけど、それがいつかがわかんないって話ねあ。じゃあ皆さんに問題です。雨が降ったら傘を贈与するというじゃあ約束をした場合ね。 雨が降ったら傘を贈与するといった場合のこの俯瞰、贈与契約にこの付された、まあ、贈与契約に基づく財産権移転義務にね、えー、こう付された俯瞰は、これは条件でしょうか期限でしょうかっていうと。 ま、常識的に考えるんですよ。こういう時ね。あの、条件か期限かは。雨って、ま、今日じゃ、仮に、今日雨降ってないこと前提にね。ま、今日雨降ってたらすぐ、あの、傘、増用しないといけなくなっちゃうから。あの、ま、増用義務を履行しないといけなくなっちゃうから。ま、話が、あのね、あの、話にならないんで。ま、今じゃあ晴れてて、雨降ってないとしたらさ、どうなのかって言ったら、一応社会常識的にさ、雨で絶対降るじゃないですか。あの、今日降んなくても。日本の、今世の中ね、考えたら。だから、これは、確実に将来到来する。 けど、それがいつかわかんない。明日なのか明後日なのかわかんないってことで、だから、これは期限ってことになってきますね。そういう感じで、まあ自分でこの定義を頭の中に入れておいてね、まあ自分で考えるってことが大事になってきます。で、そこで、もうちょっと例えばのところ見といた方がいいから、皆さん慣れてなければ、12ページの2個目のブロックいきましょうか。まあ本当はこの1個目のブロックだけ紹介して終わりにしようと思ったんだけどね、ちょっとまだ、もしかしたらイメージが持たれてない方がいると困っちゃうんでね。一応2個目のブロック、例えばってことで、例えば、A が B との間で、 B が B 宅の水槽で飼っている高級メダカが死んだらあ、A はね、B に高級金魚をあげる旨の贈与契約を締結した場合、高級メダカはいつか必ず死ぬはずなので、まあ永久に生きる生き物ってないと思うのでね。まあ、そういうことで、えーまあ、贈与契約の債務の履行につき、これは条件でなく、し死ぬ時は必ず来ますから、いつかね。まあそういうことでね、死ぬか死ぬか分かんないとかそういう話じゃないでしょ。だから、いつか必ず来ますから、条件じゃなくて、あの期限がついた贈与があったと、まあ、言えることになりますよね。そして4行目、えー、その期限が、まあ、 到来する時期が不確定なので、まあ、いつそのメダカがね死ぬのかわかんないので不確定なので不確定期限付きの贈与があったと言えることになりますね。でこの時 B の高級メダカが死亡した時点で債務の履行期限が到来したことになるのでこれによりね当然に A が履行時代責任を負うことにはならない。まあ、この時点であの贈与すればいいんで。 あの、高級金魚をね、増与すればいいので、これで期限到来イコール地帯ってかわいそうじゃないですか。到来したら増与すれば、それでいいはずでしょ。なので、単に到来しただけでは、その地帯責任は終わらないんですよね。増与義務を履行する義務は生じますけど、えー、地帯責任は当然には発生しません。遅延損害金は発生しないって話ね。えー、そして、下から4行目の終わり。 の方ですけど、まあ、A に死体責任を負わせることを正当化する要件として、まあ、つまり利益状況、どういう利益状況があれば遅延損害金を負わせることができるのかって話なんだけど、それは B の金魚が死亡した後に A が B から高級金魚の引き渡し債務の履行の請求を受けたとき、または A が B の金魚が死亡したのを知ったときの、まあ、いずれか早いときからね、死、まあ、体責任を負うってことで、まあ、一応これ条文の通りなんですけど、一応立法者はこれが妥当だと思ってね、こういうルールをまあ設定してるんですよね。はい。で、皆さんに問題です。まあ問題 どの,も,のでもないんだけどこのルールは妥当でしょうか、まあ、妥当じゃなかったら皆さんはもう司法試験というよりはあの国会議員になってね、あのまあ法律を変えてほしいと思うんですけど、<laughs> もしこれが妥当だというふうに思うんであればね、まあ、どういう価値判断のもとにあのこういうルールをこう。 作って、それを制度化して維持しようとしているのかってことをちょっと想像してもらえるとですね、あの、法律の勉強が楽しくなるんじゃないか。単に、あの、丸暗記ではなくてね、まあ、いろいろこう、いろんな事案をこう、柔軟に処理できるようなね、そういう能力が身について楽しく法律が勉強できるんじゃないかなというふうにあの思いますね。じゃあ一応ちょっとね、あの、法律論の確認なんですけど、まあ、一番上のブロックですね。八甲の矢印のところ一番上です、12ページ。 412条2項は、不確定期限付き債務が履行地帯となる時期について、債務の履行について不確定期限があるときは、債務者はその期限の到来した後にね、履行の請求を受けたとき、またはその期限の到来したことを知ったときのいずれか早いときから、ま、地帯の責任を生んだって形で、ま、常談ルール化されてますね。まあ、そういうことでね、まあ、丸暗記っていうよりは、ま、一応どういう価値判断のもとにこういうルールを、ま、立法担当者が作っ、国会の方で作ったのかね。まあ、そういうところをちょっと想像してもらえると面白いかもしれませんね。さて、で、今度13ページで、期限の定めのない債務と履行 したいとこで、これね、いろいろ問題が多いんですよ。まあ、よく試験にも出ますしね、期限の定めのないやつはよく出てきます。まあ、実務でもよく問題になるからね、まあ、試験でも出やすいんですけど、で、そこで、13ページの括弧へ、えー、期限の定めのない債務と履行地帯で矢印のところです。 412条3項は、えー、確定期限付き債務が、あ、これあれだな、期限の定めのないってやろうと思った。すいません、これちょっとね、あの、誤植がありました、えー。これね、確定期限付き債務って書いちゃったけど、期限の定めのない債務だね。が、履行地帯となる時期について、債務の履行について期限を定めなかった時は、債務者は履行の請求を受けた時から地帯の責任を負うと、いうふうに規定してますね。で、これ請求を受けた時から地帯、あの、期限の定めがないような債務でさ、それで請求を受けて直ちに地帯ってどうですか、皆さん。 っていうとね、期限の定めがなかったら、まあ、基本的に返さなくていいわけじゃないですか。で、請求受けたら返さなければいけないと思うんですよ。だから、請求を受けた時に履行期到来で、ね、それで返さなければいけない。そして、その翌日から地帯責任でいいんじゃないですか。いきなり請求受けて、いきなり地帯責任ってかわいそうじゃないですか。期限の定めのない債務ってね、返さなくていいわけですから。請求受けるまで返さなくていいわけですから。だから、これもね、ちょっと条文通りに処理しちゃうと、不都合な結果になっちゃうんですよ。まあ、そういうことで、 ええと、3行目のところです。412条3項の趣旨は、えー、債務者の債務が履行地帯になるためには、債、え、権、ー、者から履行の請求をし要うとすべきことを明らかにしたにとどまり、412条3項の文言にもかかわらず、諸実不参入の原則が適用されると返されていますと。従って、履、え、行、ー、の請求を受けたのがね、まあ、午前0時でない限り、えー、主体責任を負うのは、諸実不参入の原則により、履行の請求を受けた日の翌日になるという形で、ここまで条文通りの処理をしてないんですよね。まあ、妥当な結論を図るために、こういう処理をしてると。 ということになります。 一応この下の資料のところ、まあ、塩見先生ね、塩見先生はね、ちょっとお亡くなりになれたのは非常に残念ですけどね、これ今後ね、いい本をいろいろ書いてくださると、えー、思ってたんですけども、えー、まあ、ちょっとね、その塩見先生の文献ちょっと引用させていただきました。資料のところですが、えー、期限の定めのない履行自体について、債務者の債務が履行自体になるためには、債権者から履行の請求を必要とするというのがね、民法412条3項の趣旨であると。この場合には、所諸実不参入の原則、民法140条本部によれば、損害賠償請求のあった日の翌日を起算点とする、えー え、遅延損害金の賠償請求権が発生するってね。こういう形でもやっぱ妥当な結論。条文通りやっぱり処理してないって話でね。学説も実務も、えー、条文通りには処理をしてないということになってきますね。でね、これよく問題が出てくるのがね。 13ページの3つ目のブロックなんですけど、例えば、あの、1行目、太字のところだけ見ていくとね、債務履行に基づく損害賠償請求権。これはね、期限の定めのない債務っていうのが一応判例の立場なんですよね。えー、ですので、えー、まあ2行目のところですけど、まあ債務者は債権者から履行の請求を受けた時に初めて、まあ地帯に陥るものと言うべきだっていう理由で、雇用契約上の市場者の労働者に対する安全配慮義務。これはあの、さっきのね、債務履行の形態で言うと、あの、その他債務履行にあのなってきますね。審議則上の、あの、これ義務なんですけど、えー、こういった安全配慮義務のね、違反。これも債 債務理工のまあ一つなんですけど、これの債務理工にもうすぐ損害賠償債務は、これ期限の債務な定めがない債務として、えー、債務者が履行の時から地帯に落ちるんだってことね。で、これ初日不参入の原則に触れてないけど、あの、まあ、そこが争点になってないから触れてないだけで、まあ、普通に受験生が事例処理するときはちゃんと初日不参入の原則の適用の公費をね、午前0時に、あの、請求されたんだったら、ま、初日不参入の原則が適用しなくていいんですけど、でもま、そうじゃなければ、初日不参入の原則をこれ適用してね、妥当な結論を図るたね。 本来的に条文の文言からしたら、こういった時に適用されるような条文の文言にはなってないんだけどね。先っど妥当な結論を図るために、無理やり適用してるんですよ。理論構成を妥当な結論を図るためにね。とだけで、まあ、諸実不参入の原則をちょっと、えー、定めるのを、あの、使うのを忘れないでくださいね。そして、あとね、下から二つ目のブロックなんですけど、あの、不当利得変換義務ね。民法703条とか709、4条なんかが典型的ですけど、えー、そういった不当利得変換義務をね、判例の立場は、 あの、これ期限の定めのない債務っていうふうに、あの、言ってます。ので、まあ、判例の立場に従うんだったら、債務者は、債国によりね、その地帯にまあ落陥るということになってきますね。まあ、特にほら、あの、債務履行に基づく損害賠償請求権も、あとこの不取得返還請求権もね、条文に特に履行期の話書いてないですよね。だとりあえず、ま、期限の定めのない債務だっていうふうに、あの、まあ、判例は考えてますね。そして、 最後のブロック。判例は、詐害行為取消権に基づく受益者の取消債権者に対する受領金支払い債務ね。取消権工事の後のまあ法的交換の一つになりますけど、でそれは、詐、えー、害行為の取消判決の確定により事業時に遡って発生し、これもね、あの期限の定めのない債務っていうのは判例は返してますね。だから仮にこの判例の立場に立つんだったらだけどね、まあ離婚の請求の時になります。ただね、あの、詐害行為取消権って民法の実態を法としてちゃんと勉強しておかないといけないことなんだけど、債権者代権と違って、まあ同じ責任 財産債務者の責任財産を保全する制度だっていう点では、災,災害行為取消権と債権者代権ってあの同じなんですけど、だけど、災害行為取消権ってやっぱり一度やった法律行為をこれ取り消すっていう話なんで、非常にこの影響力が大きいじゃないですか。だから必ず裁判所に請求しなければいけないってことになってるんですよ。災害行為取消権はね。債権者代権の方は別になんか一度やった、あのね、とあの取引とか契約とかを取り消すわけではないから ま、影響が、詐害行為取消し権と比べたら大きくないからね。だから必ずしもこう裁判所をやらなくても大丈夫です。もちろん裁判所行使できますけどね。でも別に裁判所を行使することが必須,必須になってるわけじゃないんですけど、詐害行為取消し権はこれ必須になってます。必ず、あの、通常の訴訟で取消し権行使をすることになりますね。で、そうなってくるとね、必ず訴状争奪がされるはずなんですよ。 これ、被告が受益者の事案を想定した、あの、説明になってるんだけど、まあ、必ず訴状が被告のところに送達されることにあるはずだから、そこを請求の人、見てあげればいいわけなんですよね。なので、それで3行目、えー、13ページの一番下のブロックの3行目、括弧書きの中なんですけど、社会行為取り消し請求訴訟の訴状が被告たる受益者に送達されたときね、まあ、ここに地帯、ここで地帯が落ちるってことね。ただもちろん、所持不担任の原則は適用されますから、まあ、そこは気をつけてくださいね。午前0時に、ま、通常、送達はされないと思うのでね。<laughs> あの、まあ、郵便屋さんそんな時間 に行ってくれないからねねの、まあ所実不算入の原則のはありますけども、ねまあ、そういういに考えていきますそして14ページのところですが、えー、1個目のブロック。期限の定めのない債務が履行地帯になる時期につきまして、原則論は以上の通りなんですけど、妥当な結論を図るために、ここでもやっぱり修正が入ってきますね。法律家の使命です。やっぱり原則通りの処理をするとどうも利益状況を全体見たときに、 ちょっと妥当じゃないなっていう時に、その妥当な結論を導くために理論を修正するんですよ。で、その修正がされている、ちょっと例を紹介しますと、14ページの2個目のブロックなんですけど、不法行為に基づく損害賠償債務ね、民法709条に基づく不法行為に基づく損害賠償債務は、これも期限の定めのない債務なんですよ。法的に言えば。であれば、前のページまでの原則論が適用されるかと思いきや、適用されません。あの、判例は適用してません。学説は適用するんだけどね。 判例はこれ適用してないんですよねで。それがね、再告を要することなく損害の発生と同時に、まあ、地帯に陥るっていうのがね、これが判例の立場です。で、理由を言ってないんですよ。で、まあ、よく、あの、過去問の傾向、論文試験の、特に論文試験の傾向なんですけど、判例と同じ結論を導くことを求める場合と、判例の結論と違う結論を導くことを求める時があります。特に司法試験の場合は、そういう、あの、変化に富んだ問題をよく出します。 で、その時に、まあこれ今判例はまあこう言ってるんですけど、これ修正してる理由は判例言ってませんので、 その修正してる理由をちゃんと理解して説明することで、それが試験で要求されてるって話になってくるわけなんですよね。だから、ここもやっぱその結論の丸暗系ではなくて、利益状況全体っていうのを考えて、なぜこれ原則論だと不都合なのか、そこを理解してね。その不都合を修正するためにはどういうそのルールの変容をね、すればいいのか、そういうことを考えていくってことが非常に大事になってくると、最近の試験に対応するためにはね。特にまあ、令和5年のまあ司法試験の問題ね、ちょうどまあ1週間ぐらい前にあの試験終わりましたけど、論文試験がね、 でいや、今ちょうど制度が少し変わって、ロースクールの在学生がちょうど今年から司法試験を受けられるようになったんですよ。で、そうなってくると試験の問題どうしなければいけないのかっていうと、その受験期間の長い人が有利になってしまうと、その制度に合わなくなるから、受験期間が短い人でもちゃんと対応できるような問題作んなければいけないって話になってくるわけですよね。で、その時に受験期間が短い人でもちゃんと勝負できる問題っていうのはどういう問題なのかっていうと、基本中の基本、そこをまずその取材対象にします。 なんか変な細かい知識を聞くんではなくて、基本中の基本を出題対象にして、その本質をちゃんと理解しているかどうかね、そこのところを試す問題を出すようになるんですよね。そして、令和5年の 過去問を見てると、まさにそういう傾向が出たのと、全、あの、民法に限らず全科目的にね、そういう傾向が出てるなっていうふうに思うんですよ。なんで、今後の、やっぱそういった問題に対応するためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱ基本の理解なんですよね。丸暗記ではなくて、その基本をちゃんとしっかり理解するっていう勉強がとても大事になってくると思います。予備試験の論文試験は現時点では、今日まだあの、7月の23日で、まだ本当にあの、予備試験担当試験終わったばっかなんですけど、あの、まあ、2ヶ月後にね、論文試験が、まあ、2ヶ月もない日にあの、論文試験始まりますけど、まあ、どういう問題になるかだよね。で、試験 結構共通ししててるる人人がが多多いいののでで兼任試行試験験と予備試験はねだから多分傾向に似てくる可能性はあると思うんですよね。だからまあ、多少はそれは細かいことは聞くとは思うんだけど、でも本当に細かいところだけであの勝負するような問題ではなくて、試考試験と同じように、基本の多分深い理解を問うような問題がね、おそらく今年の予備試験の論文試験も多分出てくるんじゃないか。 っていうふうにあの、ちょっと想像はしてますね。まあ、本当にそうなるかはちょっとわかんないですけどね。まあ、いずれにしろ、ちゃんと基本の勉強していくっていうのはね、あの、まあ、どんな問題にも対応できる、あの、基盤になりますから、あの、そういう観点からね、あの、しっかりと今のうちから勉強していくのが、まあ、いいんじゃないでしょうか、ということですね。あ、で、えっ、ー、とね、14ページの、えー、3つ目のブロック、まあ、メモのところなんですけど、例えばね、これもう丸暗記になっちゃうんだけど、これ、もし、 あの、とりあえず判例の結論をね、なんか理由付けたいって言うんだったら、もう不法行為の被害者救済。不法行為の場面ではさ、誰が一番悪いのかさ、加害者ですから。だからそういう意味では被害者の救済の必要性っていうのがすごく高くなるはずなんですよね。だそういうことで、まあ、被害者救済の必要性から遅延損害期をより多く発生させてあげるようにした、したいわけなんですよ。まあ、そういうことで、請求なくね、再告なく、もう損害発生と同時に地帯に陥ってね、遅延損害期がもうそこから発生するみたいな。 感じで考えていくって話ですよね。被害者救済、不法行為の被害者救済。あと公平の検知ね。まあ、公平の検知って言っちゃうと、債務履行の場面にも妥当しちゃうから、まあ、ここでの公平っていうのは、やっぱその不法行為の場面を想定した公平なんですけどね。まあ、そういうことで、まあ、何かしら自分でこう説明していくようなことをしていくといいと思いますね。丸暗記ではなくてね。 で、この下の最後のメモのとこなんですけど、えー、まあ、判例名言ったとおり、その理由は明確にしてません。これが一段落目のとこです。そして、えー、二段落目。判例に反対する学説。これ普通に原則通りでいいっていう見解も学説では有力だし、むしろ通説なんですよね。判例と違うんですよね。学説は。で、それやっぱそれなりの根拠があります。で、 そのメモの二段落目のところなんですけど、判例に反対する学説の一つに、不法行為も続く損害賠償債務についてもね、412条、の参考を適用し、再告の時、請求時から地帯に落ちるというね、まあ、古い件がありますが、仮に不法行為責任について例外的な処理をする判例の立場を正当化するにはどういった説明が考えられるかということで、その一例として、線引いてあるところ、被害者は、 不法行為がなければ、その財産を利用ないし、処分して収益を上げ得るのに、不法行為によってそれが不能になったのだから、不法行為者は請求がなくても、直ちに履行の責任を負うのが妥当だとかね。あとはちょっと線引いてないですけど、不法行為による損害賠償を支配する現状回復の理念は、被害者の事態と損害転付後の事態との間に、いささかの隙間も残さないことを要求する。これ価値判断的に、やっぱ不法行為の場面では、加害者がもう全面的に悪いと。その被害者が悪いんじゃなくて、加害者が全面的に悪いっていう、そういった価値判断があるから、こういうことを言うんですけどもね。 現れていることになりますねそして、この今の、その、ご紹介した表現。これ、果たしてこれって法律論なのかと思う人いるでしょなんか仕事がか、まあ素してるだけど、あの、まあ、なんかちょっと法律用語っぽくないですよね。だけどね、実は法律の世界ってもともとこういうものなんですよ。まさに、その事案全体の利益状況を見て、妥当な結論というのを一番最初に考えます。で、それを可能な限り、 法律的にこう構成していくことを努力するんですよ。で、その時にその努力がやっぱどうしてもしきれない時期がありますね。頭の中でこの妥当な結論っていうのをうまず考えるでしょ。で、それをまあ理論的に言語化できるかっていうのはそれぞれの人の能力によって違いが出てくるから、頭の中で思ったことをさ、その、じゃあ百人、皆さんが頭の中でじゃあ今何か思いました。それを正確にじゃあ1000人の人全員に、 正確に伝えることができるかって言ったら、それは皆さんの表現能力次第じゃないですか。でそういったやっぱり人の表現能力というのは限界があるから、その価値判断をうまく理論構成する、その表現すると結構難しい時があるんですよね。まあ、だからこういう、まずスタートはこういうところ、そしてこれがなんかもうちょっとこういうまい表現の仕方ないのかなっていうことを構成、研究していくのが、それが法律家の仕事なんですよね。 まあだからまあとりあえずこれはこれでね価値判断を丸ぶりにはいいと思いますね。まあ不法行為の場面ではとにかく誰が一番悪いのにしたらまあ加害者なんで。まあそういう意味で被害者の方にやっぱり不利益を負わせてはいけない。そういう価値判断のもと、まあこういうね、上みたいにその損害発生同時に地帯に落ちるんだみたいな、そういうようなあの発想ができるんだというふうに思っておいてくれるといいんじゃないかと思いますね。ちなみに最後の段落なんですけど、まあ、判例の立場に対する、う、対してはね、意図的にその訴訟をなび長引かせ、そう、あの悪い被害者も出てきちゃうから、 まあ損害発生当時に遅延損害金が発生するでしょう。したら、いたずらに訴訟を長引かせてさ、まあぐだ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 やってるとさ、その間、あの、法定利息の損害金がね、今銀行にお金預けてても法定利息分もらえないから。だから、ある意味、裁判で勝った時の法定利息もらえる利益ってめちゃくちゃ大きいんですよ。まあ。 まあそういうことでね、まあ別にまあその、今のまあ法定率とかどうでもいいんですけど、まあ一般的にね、まあ訴訟を長引かせとその遅延損害金をまあ相手わざと意図的に膨らませるような人が出てきちゃうから、まあそういう意味ではやっぱりその例外的な取り扱いをしなくてもいいんじゃないかっていうね、えー、いうことで学説の方はね、やっぱ原則通りの処理をするという見解が非常に有力になってるってことになりますね。というわけでどうですか丸暗記と違ってちょっと面白いでしょこういうことを一回考えるとね。 まあ、担当試験は多分ね、判例の結論だけしてれば大丈夫。だけど <laughs>、まあ、論文試験はちょっともうちょっと深いことをね、こう考えて、その、まあ、担当の結論部分のところを理由で、理由を自分でつけていけるようにしないといけないからね。あと場合によっては、その、まあ、担当で学んだ結論と逆の結論をこう、まあ、立論することが求められる、求められることもありますから、論文試験ではね。だからやっぱこう、頭いろいろ使えるようにしておいてもらった方がいいんじゃないかと思いますね。さて、えー、じゃあね、あとはちょっとね、少し飛ばしていきます。 残りの時間でね、面白いところだけちょっと話をしていきましょう。これ、レジュメちょっと全部説明するのは無理ですからね。なんか、まあ、せっかくのこの機会だからね、面白い話ができるところ、えー、ちょっとお話したいと思います。17ページ、ちょっと見てください。リコーフの、リコーフの、 で、17ページの2、e、のところの矢印のところですけども、履行不能とは、債務の履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会常に照らして不能であることを言います。412条の2、第1項。まあ、下に条文付けておきました。債権法改正前はね、履行不能に関して明文の規定がなかったんですけど、債権法改正によってこうやって従来の価値判断をね、こうやって明文化した規定ができたんですよね。だから今後は、当案で履行不能のことを書くときは必ずこの条文の指摘をすることが必須になってきます。 そして、利行不能の要件なんですが、この条文の下のブロックをご覧ください。えー、履利不能の要件、えー。これはね、先ほどの415条1項本文のさ、3つの要件あったじゃないですか。債務不利行の事実、そして損害、あと因果関係。で、その1個目の債務不利行の事実の中身として、この利行不能というのが入ってきます。<laughs> 要は簡単ですね。<laughs> あの、利地帯と比べたら簡単です。あと、さっきみたいに、利行地帯の時みたいに、あの、市長立証責任を別に修正しないんですよ。だから、学説と、 よ、あの、実務の要件事実論が一致します。利行不能の場合は。利行自体の時だけちょっと特殊なのね、避けたとり。いや、利行期をもう契約で定めた以上はそれを守るのは、もう強く求められるべきなんだってね。その価値案がめちゃくちゃ強いがゆえに、利行自体の時だけね、えー、その弁済の提供したってことがちょっと逆に、あの、債務者の方の公弁で回って、あの、回ってくるって話になってたんだけど、まあ、利効不能はそういう修正してませんのでね。まあ、逆に利行自体以外の場合は基本的にそういう修正をしません。まあ、その必要性がないので。 修正する必要性がないのでね。まあそういうことで、利行不能の要件としては、債務利行の事実の要件の内容を構成する利行不能の要件はね、債務が利行不能となることということになりますね。一応ちょっと細かいんでね、4型ぐらいでランクを、あ、丸よりもランクが落ちるのが4型で、余裕がなかったらとりあえずパスでね、丸ついてるところを徹底的に勉強するんですよ。そうすると、債権法全体のつながりがこう分かってくるから、事例をね、こう柔軟に処理できるようになりますから、で余裕が出てきたら、あの4型のところも復習しててください。で一応せっかくの機会なんで、ね、今読みますね、一回ね。 復習するときはとりあえず丸の方を優先してください。じゃあね、なおっていう段落ですけど、なお、履行不能の実態を助の要件として、履行不能が違法であることとの要件を明示する見解があります。まあ、本によってはこうやって書いてあるものがあるんですよ。 ただし、これ本当にいるのかな価値判断、あの、具体的な妥当性考えた時に本当にこういるのっていう夢で考えてほしいのね。丸暗記じゃなくて。ね、で、そこで、えー、ただし、履行不能の事案でこの要件が問題となる事例はほとんどないため、えー、この要件の明示は省略されることが少なくありません、まあ。ちなみに実務なんかだとこれ一切要件にしてませんから、履行不能が違法であることなんで別に要件事実の内容にしてないんですよね。実際上問題にならないんでほとんどね。 えー、まあ、緊急民法の世界にも刑法と一緒で、あの、緊急、まあ、内容ちょっと違うんだけど、緊急避難とか正当防衛の条文が720条にありますけど、民法のね。ま、ああいったものがちょっと問題になるときにね、あの、まあ、不法行為責任が720条で違法で阻却されるなら、 まあ、債務不履行責任も免責されるだろうってことで、そこで繋げてね。で、それで、まあ、違法性が阻却されるようなことを想定して、じゃあ、履行不能で責任を負うのはどういう時かって言ったら、履行不能がそういったせい、違法性阻却事情もないような、そういう時のを意味するんだってことで、履行不能が違法なことだっていうのれ言うんだけど、まあ、非常に稀なケースなんで、まあ、そこでわざわざ、まあ、その、これ要件として明示しないっていうね、えー、ことの方がの多いですね。 だからまあ逆にこれ、これが問題にならないのに、なんか政党防衛とか緊急避難とかが問題にならないような時にさ、あいけねえと、答案書いた後にさ、答案出した後にさ、あいけねえ、履行不能が違法であることっていう要件書き忘れたって言っても、そんな何のダメージもなりませんから、安心してくださいということですね。あんまり実績があるものではありません。で、この一番下の資料のところですが、17ページ、松井先生。松井先生の本と読みやすいですね。まあ、それぞれ民法の先生、ね、あの、有名な先生いらっしゃいますけどね、まあそれぞれ一長一短 もうこの一冊これでっていうのがなかなかないんですけどね。ある先生の本のある部分が読みやすくても、ちょっと読みにくいところがあってね。で、そうやって来ちょっと別の先生の本を参照しないと意味がわかりづらいとかっていうかあるので、ちょっと完璧な本ってなかなかないんですけど、まあ、松井先生はね、でも比較的、あの、全般的に、まあ、あの、わかりやすいかなと私個人的には思います。で、まあ資料のとこですが、 まあ、理工不能が違法なこととの実態を示の要件について、えー、理不能ではね、この要件は周りにしか問題とならないと指摘した上で、まあ、例えば他人の動物の保管者がね、緊急避難としてこの動物を殺した場合、動物の返還債務の不能について違法性がないことからね、ここ理論がちょっと飛んじゃってんだけどね、720条って不法行為責任の条文なんですよ。で、今、債務履行責任の話してるから、 720条のことを直接持ち出せないはずなんだけど、まあ多分こう言いたいのはね、まあ上に、私の言葉で上に書いておきましたけど、まあ不法行為責任で違法性が即却されるぐらいだったらね、そういった利益状況にあるんだったら、まあ債務不利行責任の方の、やっぱりその奇跡自由、そこのところを否定してもいいんじゃないかっていうね、多分そこのところと価値判断があって、こういう処理をされていると思うんですけど、まあそういうことでまた松井先生の資料、えー、下から3行目、えー、まあ動物を殺した場合、動物の変換、債務の不能について違法性がないことからね、まあこ,こはちょっと理論が飛んでますけど、まあ補って皆さん各自適宜読んであげてください。 で、保管者の債務履行責任は生じないっていうね、そういった具体例を紹介しているのが一つ参考になるんじゃないかと思いますね。まあ上に理論のつながりは私の言葉で書いておきましたからね、まあちょっと読むのは課題しますけどね。さて、で、今度ね、えー、19ページ。履行不能の効果。今日ちょっとね、損害賠償請求権の因果関係と損害の話をね、しっかりやりたいんですよ。で、その話にちょっと関係する こととして、19ページの履行不能の法的効果というところをご覧ください。まず、丸1。あの、これは当たり前すぎるんだけど、まあ、履行不能になっちゃったからね、まあ、債務の履行の請求ができなくなるという方向化が生じます。こんな当たり前の効果を、債権法改正によって明文化してるんですよね。だから、今後、当案書くときにね、この履行が請求できなくなるっていう方向化を、まあ、使いたいときは、まあ、使うときは、この条文を指摘する。 ことになってきます。まあ、使う必要性があるときだけね。この法的効果を使わないと、この事例をうまく処理できないというときね。まあ、そういうときは、この条文を指摘してもらえればと思いますね。そして今日のメインは、この丸2になります。丸2。債務履行に基づく損害賠償請求権ですね。 で、中のところですけど、履行不能の場合の損害賠償の内容は、債務の履行に代わる損害賠償、かっこう、こういうのを、いわゆる店舗賠償って言います。一言で言うとね。まあ逆に言うと、店舗賠償って言葉よくき、あの、民法を一通り勉強してることがある人はよく聞いたことがあるんじゃないかと思うんだけど、まあ要は、あの、債務の履行に代わる損害賠償ということなんですよ。で、それはね、もうちょっとく、くどいかもしれないけど、中の二行目、給付そのものの価値の損害の賠償、 というふうに表現したり、債務の本旨に従った債務の履行がされていれば、債権者が得られた利益の損害賠償というふうに表現することもありますね。ちょっと難しいかもしれませんね。まあ なんか頭の中に入れづらかったら気にしないでください。とりあえず、あの、店舗、履行不能の主なね、方向化。まあ、損害賠償を請求するっていう場面での主なね、損害賠償の内容は、これ、店舗賠償なんだと。で、店舗賠償ってのは何なのかっていうと、その過書きの手前のところかな。まあ、債務の履行に代わる、まあ、損害賠償ってことで、まあ、これが主な効果になるんですよって話ですね。で一応、直書きのとこですけど、あの、履行不能事案でもですね、まあ、べ、別ね、その履行期経過することもありますから、で、それでなんか遅延損害金が発生したときは、あの、別ねえー、店舗賠償とね、店舗害賠償 提供もするあとはその、その他に丸3。あの、今日はまあちょっとメインじゃないんで軽く読み飛ばしていくとね。丸3であの契約解除。あと丸4と丸5はこれ危険負担の話なんですけど、まあ、536条1項による債権者のまあ履行拒絶権。 と、丸で5で536条2項による債権者の反対給付義務ということですね。まあ、履行不能の原因によってね、えーまあ、例えば売買契約をしました。で、目的物の引き渡し前に、その目的物がじゃあ不、あの消滅して引き渡しタイムが不能になっちゃったという時にさ、これ、飼い主は物もらえないのに代金払わなければいけないのかって形で、それでその、 危険負担、物のメッの危険をどっちがね、売り主と買い主の、どっちが負担するのかって形で、まあ危険負担の問題になるんですけど、で、それのルールが、その妥当、そういった場面で、その公平妥当に処理するためのルールが、まあ、丸四丸五って形で、危険負担のところの条文に規定されてるんですよね。で、例えば、ちょっと一応丸四の過去書きのところなんですけど、利口不能が当事者双方の奇跡自由によらない場合は、この場合価値判断として、これはまあ、それぞれね、 言はもう自分で追っちゃった方がいいんじゃないかってことで、まあそういう意味で、えー、その債権者は反対給付義務を、こうね、債権者のこの、 債権者の履行口術権ってことなんで、代金請求されたときに、えー、その代金請求を拒むことができるって話なんですよね。まあそういう点で、えーまあ、引き渡し前に物が滅出してしまったときは、まあ引き渡し前の人がまあ責任を負えばいいんじゃないですか。引き渡し前の状態でね、引き渡し前の段階で、まあその物を支配していた人がね、まあ要は買い主の方があ、売り主の方がね、責任を負えばいいんじゃないですかっていう価値判断のもとに、その利口口術権ね、物をもらってないような状況で、まあ代金請求されたき されたときにね、まあ、履行拠出ができるって形になってますね。で、丸子は、その、履行不能が、その物の、まあ、滅出が、債権者、あですね。つまり、その、飼い主の、えー、その、奇跡自由によるときは、その場合は、滅出の危険は、これ、飼い主が、まあ、負うべきだって話になってくるので、まあ、売り主の方から飼い主に代金請求するじゃないですか。でも、物は滅出してるから、まあ、実際、物が引き渡されることは、引き渡されることはないんですよ。でも、それにもかかわらず、その、飼い主は物もらえないんだけど、まあ、それでも、 不能が、その飼い主のせいで、その不能になっちゃってるからね。だからその不能の責任は飼い主が負うべきだってことで、そこで代金請求された時に飼い主は利口手術ができないんだっていう形で公平の理論、公平の原理がね、取られてるってことになりますね。まあ、危険負担は、また機会があったら、あの、その、そ,その時にね、まあ、話が深いところもあるから、こんな簡単な問題じゃないからね、あの、機会がある時にちゃんとじっくり勉強しててください。で、今日はね、この丸2のね、損害賠償の話をちょっと深い話を残りの時間でね、やっていきたいと思っております。 では、20ページのところをご覧ください。20ページ。カッコ3。債務不履行における損害賠償の範囲。によるぬろって書いてね。で、損害と、あの、因果関係ですね。えー、まあ、こちらの方をね、ちょっとご覧ください。で、 20ページのカッコさんの矢印のところですけども、えー、債務不履行に基づく損害賠償請求権が発生するためには、債務不履行により損害が発生したと言えることが必要ですと。で、この項目では、債務不履行に基づく損害賠償請求権が認められるために必要となる、損害の要件とね、因果関係の要件。あの、債務不履行の事実っていうのはさっきもお話ししたからね、履行自体とか履行不能とか、いろいろあるんですよって話で、それがさっきのね、1個目の要件。 債務履行の事実な話なんですよ。で、この、こっから先は、その残りの要件、損害とね、4 1 5条1項本部の残りの要件である損害と因果関係の、ね、話をこれからしていくということになりますね。で、結論から言うとね、ここは判例と学説、そしてまた学説の中でも考え方がめちゃくちゃこう対立してるところで、実務と学説にすごい祖母がある分野なんです。ちなみに、不法行為のところはね、学説と判例が一致してるんですよね。 損害とか因果関係の理論に関して。それなんでかっていうとね、あの、特に学説ではね、契約責任に関しては、やっぱその契約をした以上、契約守るのは当然なんだってことで、契約の拘束力をものすごく重視してくるんですよ。判例は、 不法行為のところと比べて別にその特に契約の拘束力の強さを強調してこないんでね。損害とか因果関係の判断枠組みを同じものを使ってくるんですけど、特に債務理工の分野は学説はとにかく契約をした以上は契約を守るのはこれ強く守られるべきなんだと。契約をね強く守る、守られるべきなんだと。この価値判断が強くて、えー、そこでその価値判断が損害とか因果関係の考え方、考え方に影響してるんですよね。まあそういうことで、ここのところの話をしていきたいと思ってますね。で、ここをちゃんと理解すると仮に判 事例の立場で事例処理するにしても、ちゃんと妥当な結論を導くことができるようになりますし、えー、まあ、ちゃんと理論的な、論理的な、その文章が書けるようになってきますね。でも、この違いが分かんないとね、なんか損害と因果関係の関係がよく分かんないまま、なんかまなんとなく答案書いて、なんとなく作文してるな、みたいなね。そんな感じの、ちょっとこう、理論的じゃない文章をまあ書きがちなんですけど、ここを理解すると、どんな事案でも的確に分析して、あ、これは因果関係の要件が中心になる事案だとか、これは、どっちかと、これ、損害の要件。 416条。 一項の通常損害なのか、二項の特別損害なのか、どっちかと,いうと因果関係よりはそっちの方が中心になる事案だなとか、そういうところをちゃんと自力で判断できるようになります。ちゃんと一回勉強する。とそれをやんないとね、多分山間になっちゃうんだと思うんだよね。ある事案、これどっちなんだ因果関係の要件かなそれともこれどっちか損害かなまあいいや、とりあえず答案の形に立てればいいだろうみたいなね。そんな感じになりがちなんですけど、でもちゃんとここね、整理しておくとね、必ず理論的に整理できるようになりますから、これどっちの要件になるかっていうのね。そこでちょっとお話をしていきます。 ではね、21ページのところで、で、まあ、損害の内容の一般論っていうんでね。 まあ、例えばね、あの、中身にそんなに今日踏み込まなくていいです。例えば損害っていろんな分類の仕方があるんですよ。その事案によってどこに着目してるかってことで、その着眼点がどこなのかによってね、こう、あの、分類していけばいいだけなんだけど、例えばあのカッコアで、えー、まあ、太字のところだけで行きましょうか。まあ、財産的損害とか非財産的損害って形で分類することがあります。あの、必要があればだけどね、そういうことが問題になるときは、こういう分け方をします。あで、こういうのが全部、債務不履行に基づく損害賠償請求権とか、あるいはその、まあ今日はやんなけど、あの、方向に基づくね、損害賠償請求権の対象になっ っってててくくるる話になってくるんですよねつまりその損害の内容になる余地があるものなんですよ。損害要件の中身に入ってくる余地のあるものですね。そういうことで、まあ、財産的損害とか非財産的損害、あるいはかっこいいで、利、ま、口、あ、利益とか、まあ、信頼利益というものですね。こういったものもその損害の内容に入ってくる可能性があります。そして22ページに行きまして、かっこうで、先ほどご紹介した遅延賠償ですとか、まあ、店舗賠償ですね。 こういったものもその損害要件の中に入ってくることがあります。そして23ページのとこですが、今日はちょっと詳細は立ち入りませんが、えー、追加に代わる損害賠償請求権ってことでね、まあ、こういったものもその損害の中身に入ってくることがあります。これは司法試験の令和2年にちょっと中心的に、まあここを聞かれてるんですけどね、まあ今日はちょっと中身入ってくるのはやめていきます。そして26ページです。えー、ここからが本題になります。えー、26ページ、うのところで、損害賠償の範囲と、 いうことで、416条の意義というところをご覧ください。あ、そっか、その前にね、ここ行く前に前の、1個前のページ読んどかないとちょっとわかんなくなっちゃうな。25ページのところ、えっ、ー、と、因果関係という要件ちょっとご紹介していきますね。で、結論から言うとね、因果関係の要件を理解するのには、因果関係だけ見ても結局わかんないんですよ。 損害の範囲の話と一緒に見ていかないと、実は理論的に理解をすることができません。まあなんとなく、こうね、国語の作文をするみたいな、そういう理解はできるかもしれないんだけど、ちゃんとした理論的にこう分析、事案分析してね、この事案はどっちが中心なんだろう因果関係から。それとも損害の範囲で、通常損害、416条1項の通常損害なのか、それともその2項の特別損害なのかね。 どこなん、どこが中心なのか。そこを理論的に分析するにはね、やっぱ一緒に理解していかないといけないんですね。で、そこで、えー、25ページの E の因果関係の矢印のところですけども、一番上のブロックですね、25ページ、矢印のところで、えー、債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるためには、先ほどの損害と債務不履行との間の因果関係、これが肯定されなければいけませんと。で、2個目のブロックのところですが、債務不履行に基づく損害賠償請求権の成立要件として要求される因果関係については、 あの、刑法の因果関係論の理解ができてる人は、ここは多分そんなに難しくないです。が、刑法のまだ因果関係の勉強してない人は、ちょっと難しいかもしれないね。まあ、それはおいおい、あの、刑法の方を勉強してもらえればと思うんだけどね。で、とりあえず、ここはちょっと先進めますとね。えっ、ー、と、2行目。えー、そのね、債務履行のその因果関係って何のかつと、2個目のブロック2行目で、事実的因果関係を意味するとの見解や、事実的因果関係があることを前提とした上で、因果関係の判断に基本的な評価を要する法的因果関係ですね。えー、例えば相当因果関係ね。刑法の世界だと相当因果関係、 因果関係説もまあ、今でもまあ、取られてる先生、学者の先生いらっしゃいますけど、まあ、最近は危険の現実化説というふうにあの名前付けられてるね、考え方の方が主流になってますけど、まあ民法の場合は、法的因果関係という場合は、結構相当因果関係説を取られてる方が多いですね。で、えー、で、4行目の線引いたるところなんですけど、ここでの因果関係の意味をどのように返すべきかは、この後のね、やっぱその損害賠償の範囲の理解の仕方とあの関係してくるんですね。 いや、因果関係だけだから決着しないんですよ。まあそういうことで、学習効率を上げるために、因果関係の意義をどのように捉えるのが妥当かを理解する前提として、まずは次の項目の損害賠償の範囲に関する基本知識ね。これちょっと見ていきたいと思ってますね。あ、で、その前にね、あの、今、事実的因果関係という言葉が出てきましたが、ここをちょっと理解しておかないと、その先の話がわかりづらいかもしれませんから、ちょっと確認しておきます。25ページの3つ目のブロックなんですけど、事実的因果関係の意味ですね。 えー、で、これはね、あの、刑法の自主的因果関係と一緒です。あの、条件関係と一緒なんですけど、債務不履行責任における自主的因果関係とは、当該債務履行がなければ当該損害が発生しなかったという意味でね、あれなければこれなしとの条件関係を意味します。で、この条件関係のあれっていうのは、これ、作為を想定しているものですので、債務不履行が作為じゃなくて、あの、作為事案の場合は、あれなければこれなしという条件関係が成り立てない、成り立たないんで、まあ、これに交換しちゃってね、これに変えて、えー、当該債務が履行されていれば当該損害が発生しなかったという意味で、あれあればこれなしとの、 まあ、条件関係が認められれば、事実的因果関係が肯定されるみたいなふうに考えていきますね。まあ、刑法の不作違反のところの条件関係と同じであります。ここのところの考え方はね。まあ、下に、あの、根拠となる周美先生の,あの文献をちょっと引用させてもらいましたが、まあ、内容一緒なんで読むのは割愛してきますね。さて、で、26ページのところですが、 というわけでね、損害賠償の範囲、これを見ていきましょう。因果関係の理解をするには、実はこっちの理解をしておかなければいけません。で、そこで、右の損害賠償の範囲。これね、条文の根拠ですよ。416条の問題になります。415条の1項は、債務履行に基づく損害賠償請求権の要件。で、問題は、その要件満たしたときに、じゃ賠償できる損害の範囲はどうなのかっていうのが、この416条で、まあ、タイトルも4、あの損害賠償の範囲って形で条文を付けられてるんですよね。で、そこで、括弧は、通常損害と特別損害。 で、矢印のところですけど、416条のは、はね、損害賠償の範囲を定めると。で、債務履行に基づく損害賠償請求権は、債務不履行によって通常そうすべき損害、まあこういうの一言で言うと通常損害と言います。の賠償を目的としています。これ416条1項ですね。ただし、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべき。債権法改正でべきって言葉を使うようになったのね。えー、予見すべき。 であったと言えるときは、賠償の範囲を、えー、に、それも含まれると。で、4行目の割から5行目ですけど、特別の事情によって生じた損害は、その事情を予見すべきであったと言えるときに限り請求できるため、まあ、通常損害と特別損害の区別が、これ非常に重要になってくるということになりますね。で、この条文の下でちょっと定義を確認しておきます。通常損害とはってことで、これ黒丸で覚えておいてください。えー、それはね、当該債務不履行から定型的にまあ予見される損害ですね。 これは一項の問題になります。要は予見すべき時っていう要件を満たさなくても、4151項の要件を充足すれば請求できる損害なんですよ。この通常損害ね。で、例えばってことですけど、給付の目的物を用いて得られたはずの使用利益相当額の金銭や、金銭債務の支払いが遅れたことで生ずる、遅延利息はこれ通常損害だと。 これ常識で判断してます、実は。あの、社会の常識で。何がこの定型的に予見されるのか、予想、予見されるのかっていうのは、これはもう今のね、社会の常識で判断してます。まあ実際上何が通常損害という言い方だから、結局は、ね、事案ごとにね、具体的に判断するしかないんですよね。で、す最後、特別損害。 っていうとこですけども、まあ、つまり特別事情によって生じた損害なんですが、それは当該債務履行から定型的に予見できる損害ではなく、まあ、これは予見できちゃうと通常損害になっちゃいますからね。では、そうでなくて、えー、特別な事情があったために生じた損害ですね。で、これは、 先ほどの予見すべきだった時っていう要件を充足しないとね、請求できないんですよ。単にあの415条1項の要件を充足するだけでは請求できず、えー、その416の2項の予見すべきであった時っていう要件をプラスして充足しないとね、まあ、請求できないということになってきます。で、例えばことこですが、例えば売買の目的物を転売して得られるはずだった転売利益は、これ常識で判断してほしいんですけど、転売利益ってこれどうですか通常損害ですかね特別損害ですかねこれ多分人によって違うと思います。 誰を、どういう立場の人を多分今皆さんが想定しているのか、そこによって違いが出てくると思うんですよ。で、一応だから答えがないところなんだけど、一般的には通常損害ではなく特別損害になると考えられているんですが、まあ、趣旨の事情から目的物を転売することが通常想定されるような場合は、これはの通常損害になります。まあ、予見すべき時っていう要件を充足しないでもね、この転売利益の損害賠償の請求ができるということに今なってきますね。最後の段落なんですけど、結局通常損害と特別損害の区別って、やっぱ相対的なんですよね。 事案によって違ってくるので、まあそういう意味でやっぱ事案ごとの個別判断っていうのがう必要になってくるということになってきますね。で、この点いろいろ参考になる文献といたしましては、27ページの、ええー、 例えば一番上、ちょっと線は引いてないんですけど、えー、一番上ね、これは、え、今年のね、4月10日に、あの、ちょうど改定されたばっかりのね、えー、有比較 S シリーズのものなんですけど、ある損害が通常損害と特別損害のどちらに該当するかは、一般的、抽象的に定まるものではなく、だからやっぱね、転売利益だからどうだって、そうやって決まんないんですよ、ここのところは。 まあ、だから一般的周的にサーバーのではなく、契約類型当事者の性格、各個商人か指導とかなどの属性、あと目的物の性質、不動産か動産かなど、そして契約の内容ね、賃貸借契約でも、それは長期の賃貸借か、短期の賃貸借か、などの、種種の要素を総合的に考慮して判断しなければならないという指摘ね。これは非常に参考になりますね。で、例えば、えー、住宅の引き渡し政務の履行地点の事案では、まあ、引き渡しまでに出したホテル代ね、これどうですか皆さんこれ、どっちか、どっちだ、どっちだと思いますっていうと、これ一応一般的には通常 損害手に当たる風に考えてる人が多いみたいですね。ここのところね。まあ、建物の引き渡しが遅れた。建物が、えー、ちゃんとね、利効期に引き渡されてれば、直ちにその日から住むことができたのに、引き渡しが遅れたから、まあ、ホテル借りるそれ、引き渡しがされるまで住んでたということになると、損害が広がるじゃないですか。で、その時の、その損害が広がったホテル代は、これは、果たしてどっちなんだと。通常損害と特別損害、どっちなのかってことで、で、これ一般的には通常損害っていう風に考えるのが、一応社会常識になりやすいという感じなんだと思いますね。 相対的に、だから常に自分で判断しないといけません。で、やっぱ、あと大体同じようなことが書いてあるの。この2個目の語がはこれ松井先生の本なんだけどね。松井先生のちょっとやつ引用してきたんですけど、これ太字のところだけでいいです。あの、2段落目の3行目。やっぱりね、同じことが書いてありますよ。通常損害と特別損害の区別の基準は確定的なものではなく、例えば転売についても、 えー、買い主が商人であれば転売は通常のことであるから、転売利益の創出は通常損害となるが、買い主が消費者であれば、転売は通あ、例外的であるからね、転売利益の創出は特別損害になろうと。結局のところ、えー、契約類型、当事者の種類、目的の性質、契約内容の種趣旨の要素を総合的に考慮してね、まあ通常損害、特別損害、これ判断するしかないというふうに言ってますね。あと一番最後の中田先生の方もこれ結構読みやすいんですよ。たまに難しいところがありますけどね。でも、まあ比較的読みやすいと思す 思います。で、中田先生も大体同じようなことは言われてますね。えー、まあ4行目のところから行きましょうか。えー、まあ通常損害と特別損害の区別は微妙なところがあるね。例えば転売。 については、えー、買い主が商人なら転売することは当然だが、買い主が消費者なら転売は例外的だってことね。結局、量損害の区別は、その債権の発生原因である契約の累計による結成られるという他ないと指摘した上で、その際に効労を上げてくれてますね。下から4行目、丸1、当事者の属性、立場、関係、過去商人かどうか、売り主か買い主か、メーカーと卸卸売会社の関係か、小売店と消費者との関係か、そして丸2、目的物の種類、性質ね、過去不動産か動産か、特定物か不動産か、不動産か 特定物か代品の購入が可能か否か。そして、丸三、社会経済状況。これ結構深いこと言ってる、ここは。丸三は。価格変動が自然の通勢なのか、特別な現象なのか、とかね。まあ、いろいろ着眼点例挙げたらキリがないんだと思うんだけど、<laughs> まあ、いろんなところを着目してね。それで通常損害か、特別損害かっていうのを判断してるわけですね。そうなってくると、はい、皆さん問題です。こんな要はさ こう相対的な概念じゃないですか。通常損害と特別損害はね。で、そんな困りますよね。受験生としては。じゃあ一体何を覚えておけばいいのかって話になってくると思うんですけど、何を覚えておいたらいいでしょうか受験対策上。ってことになるとね、結局その前のページの私が黒丸つけた通常損害と特別損害の定義なんですよ。結局、これにもうその事案に即して当てやめをしてね、どっちに当たるのかってことをもう自分で判断していくしかないってことになってくるんですよねで。そういうことで、ここだけ黒丸にしました。 車のところやっぱ絞り込みあの、記憶、最後記憶しなければいけないところはやっぱ絞り込んでいかないといけないからね。だらそういう意味で今みたいなところをちゃんと理解しとくとは、最後はここだな、ということで、まあ、車のところを理解してもらえればね、あとはなんとか現場で頑張ってください、という感じになってくるということです。さて、で、この後ね、28ページ。特別損害の2項の要件で予見すべきであった時っていうのがあるじゃないですか。あれの話をちょっとしたいと思いますね。 28ページのかっこいいのところをご覧ください。損害賠償の範囲を制限する416条2項の予見すべきだった時の意義っていうタイトルをつけておきました。28ページになりますね。で、えー、矢印のところですけども、416条は損害賠償の範囲を規定するものであります。そのうち416条2項は損害の公平な分担という観点からの、これやっぱりね、履歴考慮。 その事案全体の利益状況を見て妥当な結論を導くための理論構成なんですよ。まあ法律家らしい発想なんですけど、まあそういうことで利益考慮上の要件と効果として特別の事情によって生じた損害であっても当事者がその事情を予見すべきであったときはってことで債務者が実際に予見していたってことは要求してないんですよね。あくまでべきなんですよ。 非常に極めて法的なあの要件になってます。裁判官の価値判断が多分に入り込む、要は常識判断が多分に入り込む、そういう要件になってます。というわけで3行目。当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができると規定しています。まあ、そのため特別の事情によって消費者損害の賠償請求が認められるには、当事者がその特別事情を予見すべきであったとね、えー、言えることが必要になってくるということになりますね。 で、その意味なんですが、その具体例をちょっとね、あの、一回押さえていきましょうか。まだ、この手の分野に慣れてない方、まあ、いらっしゃるんじゃないかと思うので、今のね、ブロックの続きを読みます。28ページの矢印の1個目のブロックの2段落目。例えばね、ちょっとくどいかもしれないけど、一応、具体例も一回紹介します。例えば、えー、建物の売買契約において、売り主の建物の引き渡し債務が利口不能となったときに、買い主がその建物に搬入するために購入した家具が無駄になってしまった。ね、その建物だからこそ買った家具っていうのが、まあ、あったとしてね、それが無駄になってしまったことで、 生じた損害。例えば、家具の代金とか契約費用。あるいは、えー、その建物を転売することを予定していたのに、転売できなかったことで生じた、べかりし利益。まあ、一言で言うと、これを転売利益と言います。えーまあ、そういった ええものがですね、え、損害賠償の範囲に含まれるかという問題をね、処理する場合に、こういったものがね、まあ、特別事情の該当性ね、えー、があるかどうかっていうのをまず検討しなければいけなくて、で、これがじゃあ特別事情になるんだと。したら、じゃあこの予見すべきだった時と、それは言えんのかってことで、2段階の審査をしていかなければいけないんですよね。 というわけで、えー、ここ2段階の審査をしていきます。何か問題となる事情。それがそもそも特別損害、特別事情に当たるのかどうか。ってところの判断。で、それはさっきの車で、ほら、定義を覚えてもら,もらったでしょ。通常損害と特別損害の定義、車でつけて覚えてもらうことになってますけど、あの、覚えたことに即して当てはめをしてね。で、まずどっちに当たるのか。そして、それが特別損害の定義に当たっちゃいました。ということになったら、それを損害賠償請求するには、単に415条1項の要件を充足しているだけではダメで、 416条2項の予見すべきであった時っていう要件をさらに充足しないとね、その請求ができなくなりますから、その検討することになるんですよね。で、その検討の中身が28ページの2個目のブロックになります。416条2項の予見すべきだった時の意味ですね。で、そこで中身を見ていきましょう。まず一段落目。えー、当事者が特別上たまたま知っていたか、あるいは知らなかったかのよりね、これだから当事者の今、主観を見てます、主観を基準にしてます。本当にこう、当事者が予見していたのか、どうなのかっていう、 その主観的な事情を見てるんですけど、当社が特別上たまたま知っていたか、あるいは知らなかったかによりね、えー、損害賠償の範囲が異なるのは、これ、損害の公平の分担の検知から、これ妥当じゃないんじゃないかってことでね。これだからね、まさにね、契約の拘束力を重視する、あの、見解がスタートになってるんですよ。予見できたかできないかに関係なしに、その契約の解釈上を、もうこれ賠償すべき損害は賠償すべきだっていう価値判断が、これ入ってます。もうすでに。 それがその予見すべき、予見していたときはっていう文言ではなくて、予見すべきときはっていうふうになってるのは、そういうことの表れというふうに言われてるんですよね。実際に当事者が予見していたかどうかを問題にせずにね、その予見すべきだったかどうかっていう、そのところを法的にも判断していく。規範的に判断していく。その価値判断的にね、利益全体を見て、利益状況全体を見てね、この特別事情から生じた損害を債務者に負担させるべきなのか、べきではないのか。そういった観点から判断するために予見すべきであったときってこのべきっていう言葉使ってるんですよね。 よく、あの、まあ、べき論で、その、答案書くなっていう風に言われたことがある人いるかもしれませんが、法律の世界っていうのは全てべき論なんですよ、スタートは。まずその事案の妥当な結論っていうのをべき論で決めますから。まあ、これは結論はこうあるべきだ。不正規を認めるべきだ。正規を認めないべきだ。ね、認めるべきではないってい形で、まずべき論で結論を決めますね。そして、そのべき論だけだと、 その要は素人の評論家の方と法律家の区別ができなくなっちゃうから、そのべき論を法律構成するんですよ。法律家は。でも常にその法律構成の背後には必ずべき論があります。そういう意味で純粋なその数学の公式とは違うんですよね。数学の公式に数字を代入して自動的、機械的にね、一定の答えが出てくるっていう、そういうものではなくて法律の世界っていうのは。なんでかというと、裁判官が実際目の前に困っている当事者がいるときに、 なんか形式的にね、その数式に当てはめて、じゃあこういう答え出ましたみたいな、そういうことはやんないんですよね。やっぱその利益状況全体を見て、あ、ここの結論落ち着きどころはこうだなってことをまず考えてね。で、それは後からこう理論構成するっていうのが、それがやっぱその裁判官の仕事だし、そういった裁判官がそういう思考をするんだってことを理解して弁護士は訴訟活動しますから、まあ法律家っていうのはね、やっぱべき論なんですよね。結論の妥当性っていうのをすごく重視しますね。だからこの常にべきってきてるの、これなんでなのかって言ったら、 まさに法律からしい発想ね。それを、まあ、この予見すべきであった時って、まあ、条文書いてくれてるから、これからそのものがもう法律構成になっちゃってるんですけど、この意味を理解して、この条文を使いこなせるようにするというのが、それがここでの課題になってきますね。じゃあ、そういうことでね、あの、例えばってところ見ていきましょうか。28ページの2個目のブロックの2段落目。例えばってことで、 えー、売買契約の買い主が、売り主に対して通常は転売が予定されていないようなね、えー、目的物を転売、かっこね、本件ではこれが特別事情に該当する旨、えー、告げていれば、まあ本当はこれが特別事情になるかどうかって、あの、さっきの車でつけてる知識でね、判断しないといけないんだけど、ここはちょっと話を単純化するために、まずこれがじゃあ特別事情に当たるってことをちょっと前提に話をしていきます。で、それが、えー、例えばね、特別事情に該当するまで告げていれば、たとえ、客観的には転売して転売利益を得られる状況になかったとしても、債務者である売り主は特別事情を予見していた として、え買い主はね、売り主が債務利口したときは、転売利益の損害賠償を請求することにできることになるが、これやっぱね、損害の公平な分担の検知からちょっとおかしいんじゃないかっていう発想になってくるんですよ。それ逆に、えー、客観的に見れば、特別賞を予見すべきと評価できるのに、当事者がたまたま特別賞を予見して、あ、これちょっとすみません、誤植がありました。予見していなかったためにね、え特別賞に基づく損害を、損害賠償の範囲から除外することもね、これも損害の公平な分担の検知からこれ疑問が残るって話なのね。で、やっぱり、 この妥当な解決を図るためには、当事者のやっぱ主観を基準にしちゃいけないって話になってくるんですよね。やっぱ最後はそのべき論で、この特別事情から生じたこの負担をね、これ債務者と債権者のどっちに負担させるのが妥当なのかっていう、そのべき論を入れていかないと、目の前の事件を裁判官が妥当に解決できないんですよ。妥当な結論に至り得ないんですよね。まあそういうことで、これ、そういうことでべきになってます。ここのところね。条文の文言が予見していたときはっていうんじゃなくて、 予見すべきであったときはっていう、このべきっていう言葉を使ってるということになりますね。で、これまだね、法的な全科目勉強して、法的な思考能力まだこう身についてない人は多分難しいところです。ここはまず、ここで引っかかるところだと思います。 だけど、ちゃんと正しい方向で勉強全科目しっかりやっていくと、全部こういう発想だってことが分かります。全ての科目、全ての条文が、やっぱりそのべき論から来ているんだってことが理解できるようになりますから、からそうなってくると、個別になんか特殊な話をしてるわけではないんですよね。まあ、極めてあの法律家らしい発想をしてるところだってことがあの理解できるようになると思いますね。だから今難しいと思った人は、とりあえず気にしないでね、全科目をちゃんとまめんなく勉強していけば大丈夫ですから、その時正しい方向でね、丸暗記の勉強しててもあのそういう能力が身につかないと思うからね。なんでこういう条文に になってるんだろうそしてまた判例はなんでこういう判断をしたんだろうってね。そこのところのしっかり勉強していくことによって、その価値判断っていうのが、そのべき論の、その背後にある価値判断っていうのが、あの、理解できるようになってきますから、まあそういう勉強してほしいなと、ぜひあの、思うんですよね。 で、ちょっと受験生大変だと思うので、今日はね、ちょっと話簡単に30ページ。このべき論どうしてくれるんだって話で、ちょっと、あの、まあ、これ丸暗記はしない方が本当はいいとは思うんですけどね。いろんな考え方があるところだから、まあ、丸暗記はしないで、あの、欲しいとは思うんだけど、一つ、まあ、とりあえずこの手の事案が出たときに、ちょっと規案立てたいというときに、ちょっと論証例を用意してますんで、これを紹介します。30ページね。 予見すべき当事者、予見すべき時期ってことで、でそこで論書の中身です、えー。契約締結時に、えー、債務者が特別事情を予見すべきと言えなかったとしても、債務履工時までに債務者が特別事情を予見すべきと評価できる事情があるのであれば、特別事情から生じた損害を債務者に追わせても国ではなく、損害の公平、えー、損害を公平に分断するものだいうことで妥当だってことでね。これいろんな考え方がある中での一つの考え方に過ぎません。ここもね。基準時どうするのか。 予見の対象となる主体を誰とすべきなのか、要は当事者双方なのか、債務者だけなのか、これはそれぞれの価値判断の違いからいろんな見解があるんですよ。これは一つの見解に過ぎませんからね。一応これ判例の、過去の判例の見解に合いやすいものをちょっと論証例にしてるんですけど、まあ推定で、基準時は契約締結時に限定するんではなくて、債務不履行時までね、契約締結時から債務不履行時までに予見すべきだったと言えるような事情は、この そ、そこから生じた損害の、やっぱりリスクはね、負担は、やっぱりこれは債務者に負わせるのが妥当だという価値判断ですね。まあそういうことで基準時は契約できずに限定しないね、債務振り工事まで引っ張ってくるということになります。ここはだからさ、今みたいな価値判断から来てるから、いろんな見解があるはずなんですよ。 契約定期、予の予見すべきだった時っていうその基準時どこまでのものを要求するのかってことでさ、まあ、例えば、まあ契約定期図に限定するっていう見解もあるでしょあとは、その後じゃあ履行期が到来した時だとか、あるいはその債務履行になった時だとか、あるいはさ、もっとその先でね、債務履行を理由に契約解除がされた時だとか、いろんな見解がここは出てくるところなんですよ。理論的にはね。 でもそこを、じゃあどこのところでリスク分担をするのが妥当なところなのかっていうと、判例はこの辺のところを妥当なものと思っているようなんですよね。そういうことで、判例の結論に合いやすいものを論証例にしております。詳しい話は前のページに結構いろいろ書いてありますから、今日は読まないですけど、あの、ここはね、いろんな見解があります。で、これ細かい話じゃなくて、価値判断の違いなんですよね。どこまでの事情を、どこまでのリスク負担を、債務者、あるいは当事者双方に追わせるのが妥当なのかっていう、その本当に結論の妥当性、 えの考え方の違いからね、いろんな見解が出てくるんで、別に決して細かいところではなく、逆にこの判例の立場しか知りませんって言ったら、多分それは理解はしてないですよ、その判例をね。いろんな考え方がある中、まあ、たまたま判例はこういうところで一つ基準を設定してるってだけでさ。で、なんか理論があるわけじゃないから、そこに。必ずそうしなければいけないっていう、なんか理論を、別になんか理由言ってるわけじゃないから、判例は。 でそういうことで、まあ、これもやっぱ一つの,あの価値判断の、一つの価値判断を表したものだって形で理解しておいてもらえればと思うんですよね。で、今日はとりあえず、まあ、とりあえずほら、あの、あんまりね、複雑な話をこんなたった2時間の授業の中で理解するのは難しいと思うから、じゃこの手の予見すべきだった時っていう416条2項を使わなければいけない事案に出くわした時に、じゃどうしたらいいのかってったら、とりあえずね、もう丸暗記念になっちゃうんだけど、判例の結論に何か合わせていくと安心だなっていうふうに、まあ、思う人は少なくないと思うんですよ。で判例の結論にとりあえずアイディアすような、あそういっ答案作ろうと思った時に、 この論証例が使えますよっていう話になります。ということでじゃあもう一回いきます。 論証例。えー、契約できずに、債務者が特別事情を予見すべきと言えなかったとしても、債務不履工事までにね、えー、債務者が特別事情を予見すべきと評価できる事情があるのであれば、特別事情から生じた損害を債務者に負わせても、ここではなくね、損害を公平に分断するものとして妥当だと。したがって、416条2項の当社がその事情を予見すべきであったときとはね、えー、債務者が債務不履工事までに特別事情を予見すべきと評価できる事情が認められること,を言うと,いうことで、一応、判例の結論に合いやすい、えー、その、 結果ね、えー、に理由を、まあ、適当にヘリクーつけて合わせたものが、まあこの論証例になりますねで。一応こんな感じになります。ただ丸暗記になっちゃうから良くないと思うんだけどね。これしか考え方がないと思っちゃったら多分もうダメなんですよね。あの応用力が効かなくなると思います。さて、じゃあ残りの時間もあともうちょっとですね。したら、えっ、ー、と、面白い話といたしましては、えー、その損害賠償の額、その目的物の価格が変動した時にどうしてくれるんだっていうね。まあそこのところの話をしましょう。38ページをご覧ください。 ま、ここで今日最後になると思います。このね、目的物の価格が変動した場合の処理の仕方ですね。で、38ページの絵のタイトル、えー。目的物の価格が変動、かっこね、上昇または下落した場合の問題点ということで。 で、矢印のところですけど、えー、例えば、売買契約の目的物の引き渡し債務が、債務者の帰席自由により履行不能となった場合で、かつね、先ほどの、今ご紹介したばっかりの、損害賠償の範囲、あの、416条の話ね、えー、損害賠償範囲の問題として、売り主の転売利益が、416条1項の通常損害、または、その2項の特別損害として、まあ、いずれにしろとにかくあの損害賠償の範囲に含まれることを前提にしています。じゃないと、あの、ここの問題、論点が出てこないからね。で、この転売利益が、 通常損害として損害の範囲に組み入れられるのか、それとも特別損害として組み入れられるのかは、さっきの定義。 通常損害と特別損害の定義を黒丸つけて覚えてもらうことになってますけど、あの定義の与え目次第によって結論が分かれ得るって話になってくるんですよね。で、仮にそれが特別損害の定義に当たるような事案であれば、予見すべきであった時っていう要件をさらに4十五条一項1の条文に加えてね、要件に加えて、輸送しないと、そもそもあの請求できるような状態になりませんから、ここでの話は全部そういった転売利益が、そ今までの基本知識を全て組み合わせてね、そういった転売利益がとりあえず損害賠償請求できるっていう状態になったことを前提とする話になります。 だから、ここも飛びついちゃいけないんですね。まずはその転売利益を、まず損害賠償請求できる状態になってるのかってことを、ちゃんと415条1項のね、損害賠償請求権の要件に当てはめし、そして、これがなんか、まあ、転売利益というと通常1項かやっぱり、416条のやっぱり1項か2項かっていうのは通常は問題になるから、まあ、そこのやっぱ検討しないといけないと思うんですよ。で、その検討の結果、まあ、いずれにしろ、じゃこれが、 特に特別事情だってことになったら予見すべき時であった時ってことが言えなければいけなくなりますけど、まあそれを全部充足してね、とりあえず転売利益や損害賠償請求できますよって話になった時に、じゃあその目的物の価格に変動がある時、契約締結時から利行期、そして債務不利時ね、期限の到来と経過で利行自体の場合ってやっぱその、 履行期と債務履行時でまたこうずれてくるときがあるから、まあそういう意味で厳密に言えばやっぱその契約締結時、履行期、債務不履行時、そして債務不履行を理由とする契約解除時、えー、さらに言えば契約解除後の価格の変動までここで考慮することができるのか、ここも妥当な結論というのがどこなのかっていうその価値判断なんですよね。ここのところね。どこのところがいい落ち着きどころなのかっていう、そういう問題にまあなってくると。 ということになります。じゃあ、そういうことでもう一回矢印のところから見ていきましょうか。えー、例えば、えー、売買契約の目的物の引き渡しサイムが、債務者の奇跡事位により利口不能となった場合、えーで、かつね、前期の損害賠償の範囲の問題として、売り主の転売利益が416条1項の通常損害、または2項の特別損害として、まあ、いずれにしろ損害賠償の範囲に含まれることが確定した場合で、 で、さらにね、契約締結後に目的物の価格が契約締結時よりも上昇、あるいはね、その下落した場合、その損害賠償の額はいつの時点の目的物の価格を基準に確定すべきかが問題となりますと。で、この問題は、目的物の価格の変動から生ずる不利益を結構価値判断なんですよね。そのリスク負担を債権者と債務者のどっちに追わせるべきかって話なんですよ。契約締結時との,その差額をね。 価格上昇だろうが下落だろうが、契約締結時のその価格との差,が差額が出てきますけど、そこをどっちにこう負担させるのが妥当なのかっていう、そういう問題になってきます。で、そういうことで、とりあえずね、判例、今日はちょっと簡単に判例をちょっとご紹介いたしますとね、39ページ、価格高騰事例における判例の動向、 っていうことなんですけど、これも絶対的なものって思わないでくださいね。まあ担当試験はまず普通に判例の立場聞かれますけどね。でも論文的にはやっぱ丸暗記じゃしょうがないから、これやっぱ価値判断の違いで結論変わってくるところだからね。えー、そういうんでちょっと見てほしいんですけど、例えば39ページで、えー、一番上から読んでいきましょう。あともうちょっと終わりますから。えー、判例は学説のように、えー、価格登記の問題、過去損害賠償の額の基準時の問題と損害賠償の範囲の問題をまあ明確に、あ、学説はね、実はあの、 損害賠償の範囲の問題と、えー、その、じゃそれが入るとしたら、じゃその価格をどうするのかってことを理論的にちゃんとメーカーに分けてるんですよ。で、私の今日の喋り方は理論的に分けた喋り方で実はしておりました。ところが、判例ちょっと雑でね、例えば、あの、価格冒頭事案でさ、 例えばこの転売に、あの、こう、価格が上がっ、契約締結後にさ、価格が上昇して、その価格が上がったところでじゃあ転売できたから、その転売利益相当額の損害賠償をね、えー、しろっていう時に、いきなりね、あの、その予見すべきであった時の、その予見可能性の対象を、 そういう冒頭した価格で転売できたことをその特別事情として考慮しちゃうんですけど、でも学説はそもそもその額は関係なしに、そもそもその通常のその物の価値以外に転売するっていう利益が、これがまず通常損害なのか特別損害なのかということで、金額関係なしでそこをさっきの黒物の定義から当てはめするんですよ、学説は。 で、それが当てはめてきたときに、じゃあ、転売利益がでもね、損害賠償の中に入るとしても、さらにもう,もう一段階審査をして、その価格の基準時は別に、やっぱその価格の負担っていう、その公平な価格の負担っていう観点からしたときにね、じゃあ、いずれ時点を基準に考えること、別に考えましょうなって形で、学生とは理論的に分けてます。ところが、判例は分けてないんですよ。 価格暴騰時の、えー、に転売ができたかどうか、それをそのものを特別事情に、あの、していくんですね。だから、判例は理論が単純になってますね。で、私のテキスト全体的にメモつけて、あの、ちょっと補足をしてあるんだけど、学説が難しいと思ったら、とりあえず、あの、判例を、あの、理解をしておけばね。でも、今日私が喋ったことをちゃんと理解してもらえれば、あの、学説がよく理解できると思うんですよね。で、実は、その学説をよく理解できると、これが因果関係のも、あの、事案を見たときにね、これが因果関係の問題なのか、それともその、損害賠償の範囲の問題なのかってことが、実は明確に実区別できるようになります。判例の立場 実はそこが明確に区別できないんですよね。だからね、悩んじゃんだと思う、受験生が。そこが明確に理論的に区別できてないから、あれこの事案は因果関係の要件の問題なのかなとか、これあれ損害賠416条の損害賠償の範囲の問題なのかなみたいな感じで迷っちゃったと思うんだけど、実は理論的にそこが理解できてると迷わないんですよ。あ、これは因果関係の話だなとか、これは損害賠償の範囲の問題の話だなって形で、実は理論的にあの区別することができますね。でもまあ今日ちょっと2時間でそういうことを理解するのは難しいと思うから、とりあえず判例ね、まあ一緒にやってます。要は 例えば一番高い価格のところで転売できたっていうことね。それをそのものを特別事情にして、それを予見すべきであった時と言えるかどうかってことで考えてますね。それをちょっと前提にお話しすると、えーまあ、どうですかカッコ1、この価値判断。例えば、あの、利口不能事案だとね、利口不能事だっていうふうに言うんですよ。あの、カッコ1のところなんですけどね。で、その理由といたしましては、 ええと、カッコ1の2行目のところなんですけど、まあ、履行不能より本来的履行請求権が損害賠償請求権に転嫁したものだってことでね、まあ、理由付けして、で、その時点でその損害額算定したって話なんだけど、どうですか皆さん。納得できますかどうでしょうかで、この点ちょっと補足すると、ただ、ただしのところなんですけど、まあ、この判例は、2020年4月1日施行の再建法改正前のものなんですよね。で、再建法改正前は、まあ、確かに、 理工不能に本来の理工請求権が店舗賠償請求権にまあ典型転嫁するっていうふうに説明されてました。ところが、えー、その再建法改正の下ではですね、理、え、工、ー、不能以外の場合でも実はあの店舗賠償がね、理工に代わる損害賠償請求が明文でできるようになっちゃったんですよ。ですので、まあ、結論として両取りはできないんですけども、えー、でも実態法上のレベルでは、 履行請求権と店舗賠償請求権は、これ今併存し得る関係にあると解されてます。415条2項の覚悟ですね。要は、あの、契約解除しなくてもね、店舗賠償請求ができるんですよ。例えば、履行拒絶の意思が明確だとか、あと契約解除そのものしなくても、解除権が発生したっていうだけで、店舗賠償請求ができるようになってます。 再建法改正のもとではね。だからそういう点で、両者平存しうる、今関係にあると言われてます。ので、転嫁したっていう説明が、今の改正法のもとでは、まあできないわけなんですよ。だそうなってくると、ちょっとこの判例に従っていくことができないってことになりますね。新法のもとでの判例は今の時点ではありません。 ので、ですので、ここはやっぱり理屈を詰めて考えていかなければいけないということになるんですけども、それがカッコ1の下から5行目あたりですかね。上記の判例法理が新法の下でも妥当すると考える場合には、履行請求権が店舗賠償請求権と転嫁した時点として理由づけるのではなくて、まあ、これもちょっと難しいかもしれないけどね、民法415条2項により、店舗賠償請求権、まあ、つまり履行に代わる損害賠償請求権が発生した、 時点ね。まあ、昔は履行不能になると、イコール店舗倍増請求権に転嫁した。 わけなんですけど、今そういう説明ができない。じゃあどうしたらいいかというと、その昔の話をなるべく、まあ、あの、こうね、考慮して、えー、その昔の考え方をなるべく尊重して、じゃあ今の新法のもとで事例を処理しようとするんであれば、結局、まあ、店舗賠償請求権が発生した時だって形で共通できるからね。履行不能になると、昔も店舗賠償請求権が発生、転嫁して発生したわけなんですけど、店舗賠償請求権が発生したっていうところで、まあ、その共通点を見出してね、そこで店舗賠償請求権が発生した時点での、そのね、えー、ところを基準にして、 損害賠償のが決まるんんだいいう説明していくんで,すよで、すよそうなってくると、今、店舗賠償請求権が発生するためには、まあ、利口府以外にも、412条の履行の覚悟に、あの、店舗賠償請求権が発生する場面がね、履行の拒絶の意思が明確になった時とか、あと、あの、まあ、契約解除された時とか、あるいは契約の解除権が発生していただければいいんですよ。 契約解除そのものでなくてもね。なので、そういった時にもですね、そこのところが基準時になりうるような状態になっているんだということに今なってきますね。今のところ最高裁判例はありません。この新法の下でもでのね。だから今、これは今後、ここのところがどうなってくるのかがま待たれるところですね。まあ皆さんが将来、 法律家になったらぜひ事件を起こして、上国心まで戦ってください。そしてそういった判例を私たちに後、後輩、後進のものにね、提供してもらえればと思います。皆さんの方でこの辺のところも判例を作り出してもらってね。まあそういう感じで、えー、そういうことで私はその教育の方をね、皆さん、皆さんの方にまあいろいろ教えて、えー、その私もある意味ね、将来皆さんから情報をもらおうと思ってね、あのー、やってますので、ぜひこの辺のところで誰か戦って、えー、くれてね、上国心まで頑張ってくれる人がいると、まあ私も助かりますっていう話になってますね。 さて、じゃあ、大体ね、今日、まあ、お話、まあ、2時間の中で、まあ、お話しようと思ったことは、大体これでお話ができましたので、まあ、以上、えー、こんな感じでお話を終わりにしたいと思ってますね。まあ、とにかく、あの、丸暗記ではない。あと、一応、念のため、あの、要件事実に飛びつかないってことね、民法の実態法の理解をまずは優先して、それができてれば、ちゃんとの要件事実の勉強もできますので、まあ、しっかりと実態法の勉強をしてほしいってこと。そして、丸暗記には走らずね、まあ、ちゃんと本質的な、余裕がある時期にね、本質的なところを理解するって勉強をぜひやっていっていただければというふうに思いますね。じゃあ、そんな感じで今回の講義、終わりにいたします。どうもお疲れ様でした